に使えるんですか。使えます。すごい。なんで大丈夫ですか。すごい。すごい。はい。始まりました。始まりました。どうもー。ガイタレの猫ひろしです。バカンス石川です。デルボーです。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、1週間ぶりですけども。万全を期してますかね、今日。そうですね。ちなみにこのチームでいいんですかね。いや、もうこ、はい、やっぱこの雰囲気ね、なんていうんですか、この雰囲気って、なんていうんですか、この、ニャンチーム。ニャンチーム。そう、ニャンチームですよ。ニャンチームで。今年の流行語みたいなね。はい。やりましょう。まあ、勢力をね、勢力がきますよね。来てます。まあ、これからも行くんで。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。今日は、まず、最初にスタートするのが、琵琶湖毎日マラソン。いや、逆です。あ、逆ですか。すみません。はい、名古屋。名古屋ウィメンズの方が先なんだ。5分早い。9時5分。9時10分です。9時10分スタートで、琵琶湖毎日が9時15分。おー、すごいですね。で、ね、これね、はい、今ね、これ、ビッグダディさんのね、そうですね。そう、お店、南スムナのデリムさんっていうね、ミュージック&カフェバーで撮影してるんですけど、なぜかビッグダディさんのお店なんですけども、はい、テレビがね、そう、こっち側が琵琶湖。あ、こっちが名古屋。名古屋で、こっち側が、もうこっち側って言ってますけど、琵琶湖やってますからね。琵琶湖。お、始まった、始まった。よっ、始まりましょう。頑張れ！あれやれ！解説とかそんなヤバなことはしませんから。はい、ただ応援する。ただ応援します。すげえな。うわ、雨すごいね。本当ねえな、名古屋。あ、はい、あ、瀬古さん。瀬古としひこ出てますね、今ってね。はい、ね、別名エロとしひこって言われてますけど、ね。はい、エロとしひこ。下ネタ言いすぎて、有森さんに怒られたっていう過去がありますから。はい、まずちょっと。一体今バカンス TV もねやってますよね、はい、やってますんで3人見てますよ。2人減った、2人減りましたね。こっち猫ひろし TV まだ1人しか見てない。おい、1人しか見てない、1人しか見てないよ。頼むよ。いや、これからです、これから。うん、スタートはこれからです。あ、一応私のインスタが4人です。なんだ、お前のインスタも。インスタライブも。あ、3人。あ、増えた増えた。イエーイ。チャンネル登録よろしくお願いします。まあ、これからですね。スタート前ですか、ね。いやでもね、今日やっぱり、はい、まあ、あのね、新聞の扱いとか見てもね、はい、分かるけど、やっぱりまあ、大阪、名古屋ウィメンズの注目度がすごいよね。すごいですね。はい、うん、やっぱり、ね、さっきこうスポーツ新聞見たら、はい、名古屋ウィメンズが7ぐらいに対して、琵琶湖3ぐらいある。でもね、分かんないですよね。はい、分かんないです。今日両方ともこれでは本当に今日、本日オリンピックが。はい、決まるわけですから。ます、ああ、はい、ちなみに名古屋ウィメンズはどうだと思います？いや、やっぱりこのワコールの3選手がやっぱり注目されてるんで、やっぱりその中でも僕、一山選手がちょっと、やっぱりみんな言いますよね。はい、ね、若手ね、22歳、ハーフがこの間、ナイキの厚底に変えてから、1時間8分49で走ってるんですね。わ、早いですね。ですよ。そしてで、安藤でしょ、はい、もう一人、安藤優香さん、ね、世界陸上にも出てて、はい、ベストタイムは2時間21分。ちょうど今度、名古屋に出してます、ね。すごいです。まあ、こちらちょっと眠れる獅子的な感じですよね。はい、うん、で、福士加代子、はい。この3人が一緒に練習してますから、そうです同じチームでね。はい。照夫さんは、まあ、自分もちろんこれなんですけど、はい、今日61歳のエリートランナーが走るんですよ。はい、ちょっと名前ちょっと。泉茂千代とかです。そんな名前じゃないです。久々です。日本最高齢だったね。一応ですね、ちょっとね、漢字が難しいんですよ。はい。この、一応僕調べたんですけど、何て言うのこれ。湯げたまりこさん。これ埼玉じゃん。埼玉。あ、本当、はい、あ、同居じゃないですか、お二人の。そうですね、埼玉出身。61歳、すごい。埼玉、おこぜ。石川が、そう、石川がなんか僕です、石川です。おー、石川ね、バカンス石川さん、はい、で、一応なんか60代マスターズの世界記録を持ってるんですよね、この方。はい、世界じゃん、世界記録なの？世界記録です、マスターズの、はい、何時間？2時間56分54秒です。早いー、早いです、早いね、はい、61でしょ？61です、はい。ちょっとテレオさん負けてるんじゃないですか。バリバリって負けてますよ。今ね、YouTube でね、はい、サブ4、サブ4やってますもんね。はい。はい、バカンス、はい。先生とともに。先生とともに、ちょっと改善しながら、試行錯誤して。あ、今、9時、はい、10分スタートの、はい、名古屋ウィメンズ、今、福士加代子さんとか入ってきましたね。入ってきました。
雨がね、ちょっと気になりますけども、はい、でも、こうやって見てると、今はそんなに。はい、あで、ああ、すごい豪華ですね。名古屋ウィメンズの方は、有森さん、高橋久さん。高橋久さん。はい。野口みずきさんの 3人ですよね。3人、うん。オリンピック銀メダル、金メダル、金メダル。金メダル。ね、そして、あの、一番端のアナウンサーさんですかね。はい。沖縄萩の矢作さんみたいな。確かに聞いてますね。はい、そうですよね。はい。そして、こっち、琵琶湖。わ、琵琶湖、雨すごいね。なんか風も強そうじゃないですか、これ。琵琶湖。川内選手、萩野さん。沖縄。荻野さんはどこのチームですか？富士通です、ね。あ、富士通か。はい、ああ、上昇ですね、今ね。いや、名古屋も降ってんな。あ、で、富士通じゃあ2人出てんだ。鈴木健吾さんもですね。そうですね、出てますね。鈴木健吾選手も出てますし。そして大塚翔平さん、はい、これ注目でしょう。注目です。うん、この間の MGC で4位だった、ね。うん。だから補欠で必ずオリンピックにはもう行けるっていう形ですよね。はい。すごいね。ああ、そして今こっち、ああ、注目、一番最注目の一山選手、女子ね、ワコール。うん、鹿児島泉出身ですよ。はい、僕はね、泉マラソン、僕、あの、2回ゲストで出てるんで、はい、鶴がすごい、こう、鶴の土地ってやるんですよ。鶴が来るんです、たくさん。じゃあ、あけみさん、バリにちょっと今。あ、まあ、すいません。あと、岩出さんね。はい。岩出レイヤーさんもよく、このマラソン出てるんで、名古屋。やっぱり、コーさんも知り尽くしてると思うので。あ、そうなんだ。はい。もしかしたら、チャンスあるかもしれないですね。うん、岩出さん、アンダーアーマー。はい、そう。記録どんぐらいなんだろうね。2時間23分だっけ ?2 時間23分です、ね。52。はい。結構強気の走りですね、この人もね、はい。強気の走りする方なんで。うん、所属アンダーアーマーって珍しいよね。はい、そう。プロランナーに近い感じなんですよね。そう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 。はい、選手一人で、コーチ一人みたいな感じ。確かそうだよね。確かそうです。そうそうそう。もともとどっかの実業団にいて。もともと能率かどっか。あ、能率だ、大阪のね。はい、そうです、はい。関西の、はい。大阪じゃない、関西。神戸か。神戸。うんうんうん。さあ、もう間もなくね。今こちら、9時6分、はい。コメントを来てます。何で来てますか？お三方。今週もよろしくお願いします。ただ、先週も見ていただいたので、ありがとうございます。よろしくお願いします。嬉しいです。トールです。はい、エルオです。はい。お願いいたします。お願いします。さあ、これ、こっちで、これ、Facebook でこれつけてもいいんですか？あ、大丈夫ですよ。あ、じゃあ、今日のこう、Facebook でやっちゃいますか？どうなの？同時、はい。もうすごいですもん。もうすごい。もう、あらゆる。Facebook。そして YouTube2 台で、こっち今、バカンスさんのインスタ。3人。さあさあ、5人目を見てますよ。おー、ありがとうございます。こっちは全然、足して6人です。足して6人。さあさあ、いや、だめだ、4人。さあ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 。でもね、あと他、市民ランナーの方だと、こう女子の方が注目選手いますか？そのさっきの僕、個人的に注目してるのが、今回初マラソンになるんですけど、こちらの佐藤さやか選手。佐藤さやかさん。はい。この積水化学の選手なんですけども。うん、実業団だ。実業団。はいはいはい。なんか最近なんかすごい早くて。うん。この間か、今年か去年か忘れたんですけど、この実業団ハーフで優勝してるんですよ。おお。はい。で、ちょこちょこクイーンズ駅伝とかでも活躍されてるので、はい。ちょっと今年はフルはどのぐらいのフルはまだ今日初フルです。おお、はい、もちろんね、はい、まあでも初フルはな、意外と大胆に行くけど、はい、でも2時間21分出したらすごいと思うよ。すごいですよね。なかなか、はい、うん、まあまあでもね、ちょっと面白い見方はできましたね。ちょっと面白い。絡んでくるかもしれないってことか、ね、絡んでくる可能性は十分あります。でもね、今日一山さんなんかいろいろこうインタビューとか、その、はい、あのなんだ、いろいろなやつ見てると、相当調子いいらしいですからね。はい、その一緒に練習してるチームメイトの安藤由香選手が、もうなんかビッグ、すごい感心するぐらいの、はい、すごい練習だってね、言ってましたからね、書いてありましたからね。チームメイトが言うんだから、ちょっと間違いないかもしれないですね、これ。間違いにゃい。にゃい。そしてね、あと、まあ、あそこ、ダイハツ。前田選手もいますよ。どうなんだろう。今回危険になりました。足が、はい、故障で。うわ、前田選手はちょっと残念ながら、前田選手もね、楽しみな選手だったんですけどね。そうですか、残念だな。はい、ね、同じダイハツでね、
はい、松田さんがね、最初決めました、ね、あの大手かかってますけども、あと清田選手もね、清田選手も浜松 AC ですよ、はい、これね、ね、現安藤由香さん、ワコールの安藤由香さんも元浜松 AC、はい、チームメイト、だからこれね、新旧の対決ですよ、これ、はい、新旧というか、元チームメイトのね、チームメイト対決、あと鹿児島の池光選手とか、はい、18銀行長崎野上選手、はい、うん、まあちょっと面白い選手いっぱいいますけど、池光選手はあのセリクに出てたんですよね、世界陸上に。あ、池光選手そうなんだ。確かそうです、うん、さっき調べたら、うん、あ、この間ね、ドーハね、ドーハ熱い大会ね、はい、で野上選手は MGC 走ってました、うん、あれあとまた、はい、あ京セラ松田選手も結構楽しいですね。あ、京セラ、うん、地味なダークホース的な。あとそう考えると、あれですね、ダイハツの大森夏樹選手、この方は大学時代すごい早かったなと。うん、え、な、何が、食べるのが早かった。食べるの早かったかもしれないです。あの、走るの、あ、走るの、あの、すごい注目されてた、はい、ランナー、大学時代、立命館大学。それは大森さん。大森さん。いや、注目ですね。はい。あ、スタートしました。あ、女子スタートしました。お、ああ、しました。ああ、雨、あ、でもやん、いや、まだ降って傘差してる人いますね。8.4 度らしいです。8.4 度。まあ、まあでもいい感じ。普通、雨、ちょっと雨が寒くなっちゃうかもしれないですね。そうですね。でも、わあ、すごい降ってる。あ、降ってんな。こんな降ってんだ。やんでくれ。はい。頼む、やんでくれ。ちょっと問題なのは、やっぱりその、滑りやすいところに走っちゃうとちょっと、あれなので、なるべくそのなんこの白い白線とかのところはあんま走らない方がいいかもしれないですね。うん、まあそうだね。はい、あとさ、滑ると靴の中がこうキュ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 いって足に豆ができちゃうんですよ。はい、僕はあのリオオリンピックの時に雨だったんで、はい、ああそうですよね。練習で一度も豆できたことないのに、はい、両足に豆できちゃって。あ、そうなんですよ。摩擦で。そうそうそう。なんかだから水ぶくれみたいになっちゃうんですよ、雨降ると。うん、あ、岩津選手結構強気ですね。強気ですね。ペースメーカーにがっつりついてて、はい。もう、やっぱそのぐらいやっぱり強気に行く作戦なんですかね。やっぱ強気でいかないと、やっぱり松田さんとの勝負でもありますからね。あ、まあそうか、2時間21分ね。はいはい、ペースメーカーな、どのぐらいで行くんだろう、今回。どのぐらいで行くんですかね、うん。ペースは書いてないですけど。でも、日本、記録出すぐらいのあれで行くでしょ、絶対。まあ、その松田さんの超えるあれで行くでしょ、絶対に。そこは間違いないと思います。うん、はい、そしてあと市民ランナーで有名な人また出ていますね。おお、ほらこれあれでしょ、あれ田原違う、チームは RL の人。RL は、なんか吉田香織さんのチームですね。そうそうそう、田原千佳さん、確か早い方でしょ。はい。で、あとはその、市民ランナーの方は、有名、あ、これは金松さん出てるよ。おぉ。金松さんも。これ、RL でした。この人、早い方じゃないですか。金松さん、違うか。早いよね。違うかってことはないな。まあ、違う。失礼しました。違う。はい。そんな中に。はい。なんかコメント来ました。あ、おはようございます。はじめまして。猫さん、皆様、頑張ってください。ありがとうございます。みっちゃん、ありがとう。登録お願いいたします。登録もお願いしますね。はい。ありがとうございます。さあ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 。で、男子がもうそろそろスタートしますね、琵琶湖。男子ね。うわー、琵琶湖も雨すごいね。はい、気温 9.5 度、湿度 81%、高いね。はい、なるほど。まあ、川内優輝選手もね、はい、走ってますけども、川内選手と、そう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 、もう女子はもうこれ行くしかないよね、2時間21分ね。行くしかない。まあまあ、男子もそうだけど。はい、時間5分はちょっと厳しいかもしれないですね。ここで、琵琶湖で出したらすごいよね。はい、タイムで、あ、鈴木健吾選手、いい顔してますね、でもね。あ、でも雨気になる。はい、あれ、鈴木健吾だよね。そうですね、健吾選手。健吾選手ですね。はい、寒そうだ。大塚選手もいましたね。もう、一山選手、すごいね、強気ですね。はい、一山選手じゃない、岩出選手。そうですね、岩出選手は強気です。あとは、
後ろに野上選手もいますね。あ、岩出選手の野上選手は長崎ですね、18銀行、はい、自己記録2時間26分の選手ですけども、はい、ペースメーカーの人ね、セパレートしますけど寒くないですかね。寒そうですね。そう、へそ女子ってね、はい、こうセパレートの方多いですけど、はい、お腹大丈夫なのかな、雨の日とかね。そうです、確かにメンズは確実に無理ですよ。僕は確実に腹壊す。メンズでいます？いないです。セパレートいないです。いないですよね。ただ夏場はいますね、なんかその暑いレースとか。変態じゃなくて。変態じゃなくて、なんか若干この女子だったらわかるじゃないですか。はい、うん、ただ若干そのランシャツを短くして走る人います、ね、うん、夏のレースとか、うん、男性でも。あれ、やっぱりセパレートの方がやっぱ早くあるの、それともなんかやっぱ綺麗だからなのかな、美を追求してるのかな、なんか女性の体、うん、やっぱり胸があるから、やっぱりその、うん、男子シャツを着るとやっぱり空気抵抗を感じるみたいな。ああ、そうなんですね。なんかそういう感じでセパレート。一山、一山。はい、うん、一山。はい。そうなんだ。アムラーとかそういうわけじゃない。アムラーとかそういうわけじゃないです。何やらなんだ。うわー、琵琶湖、雨すごいですね、これ。琵琶湖の雨がすごいです。うん、転ばないように選手の皆さん頑張ってください。はい、頑張ってください。スタッフの方もね、雨の中でね、これ、はい、ピストルやられてますけども、あれね、なりづらいんですよね、雨の中ですね。バンが。僕も何回かやらせてもらいましたけど。ならないから、口で言ったら、口で言った、口で言った。口で言ったバン。ね、横切ったしてました。琵琶湖毎日マラソンの横をね。カメラが、ほらほら。まあ、ちょっとスタッフが。フまあまあ、天安ワイヤーなんでしょう、多分。はい、うん、ああすごいね、普段はね、琵琶湖毎年昼過ぎだったよね、琵琶湖はね。そうですね。それはね、はい、今日9時スタートって何かあったんですかね。それと今年から時間帯を変えたっていうのがあるのかなとは思うんですけど、ちょっと僕も詳しいことは分かんないです。トランプ大統領に何かやれたんですかね。それはないと思います。あ、ペースメーカー1人。あれあれ、あ、抜けちゃった。足つっ、ね、痛い、はい、ちょっと選手不安ですよね、ペースメーカー一人抜けちゃうとね、はい、うん、ちょっと足がやばそうでしょ、ね、あー、ペースメーカーだから右もも、あ、痛い、あー、いや、なんですか、肉離れかな、ハムストですよね、多分ね、そうですね、お尻押さえてたからね、足、もも裏ね、はい、押さえてたから、やっぱり寒さはあるんですかね、やっぱり。うん。さあ、でも、もう今、どのぐらい、今2キロか。2キロ6分40ってことは。6分40。3分20ペースか。3分20ですね。ああ、まあまあまあ、早いね、はい。このまま行けば日本記録って感じだよね、3分20だったらね。そうですね、そのぐらいのタイム、うん、はい。フィニッシュが2時間20分39秒。あ、まあまあ、日本記録は厳しいか。でもね、はい、松田選手の記録はがっつり。抜けるから。ああ、安藤優香選手いましたね。はい。忍者走りですね、やっぱり。忍者走り。ほら、腕がね、はい、こう普通だったらみんなこうやって、ね、やってるんですけど、こう、ダランとしてるんですよね。ダランとして。そう。あの、初めの一歩の、あの、なんですか、ノーワードの選手。あ、なんかいましたね。そうそう。腕がね、名前忘れちゃいました。かっこいいですよね。さあ、今ね。深きょんにちょっと見とれてしまいましたけど、はい、あれがね。あれなんか、あれなんか、琵琶湖がなんか、なかなかスタートしてない。撤収というか、なんかトラブルが起きたのかな。あら、どうしたの、琵琶湖どうしたの、ちょっと、連絡を聞いてもらってもいいですか、はい、どうしたのよ、琵琶湖。ちょっとね、こういうの。時計がさ、よく回んないとありますよね。あー、こういうのね、結構、あ、すみませんね。あ、スタート前にタイマーが進んで、リセット中。ああ、なるほど。うん、まあまあ、ちょっと選手の皆さん慌てちゃうかもしれないけどね。ここ、そう寒いし。ちょっと寒い、ね。ここはね、冷静さを。はい。取り戻して。もう、カンボジアではね、よくあることです。よくあることですね。はい。普通にね、あの、ね、バカンスさんもね、夏、はい、出ましたけど、ね、20分ぐらい押してましたよね。押しました。そう、はい。押すならいいけど、巻いて走ることもありますからね。そうですね。20分巻きっていうのは今も最大ありましたから。準優勝したとき、あ、自分が準優勝した。優勝して。そう、僕準優勝した。すごいね。そう。あれ45キロぐらい走ったんですよ。そう、45キロ。そう。距離がね、あの42キロじゃなくて45キロあったんですよ。はい。カンボジアのマラソン大会。
もう分かったすぐ。あ、距離を。なんか長えな。で、あの、マガンスと僕の間に結構差があったんだよね。はい、ありました。したら、あの、その間に犬がゴールしちゃったんだよ。本当に。で、ね、バカンス初マラソンだったんだよね、あれがね。あ、違う。初マラソンではないけど、サブスリーを、ね、狙ったんだよね。そうそうそう、狙ってた。して45キロだったから、サブスリーできなかった、はい。そうそうそう、そうなんです、はい。正式なサブスリーを出してないんだ。なるほど。で、実際はサブスリーぐらいだった、はい、まあ、サブスリーは超えてた。超えたぐらい。はい。はいはい、3時間1、2分だったもんね。そうですね、45分。すごいね。はい、ワン、ツーフィニッシュ。はい、ワン、ツーフィニッシュ。だから僕は本当に日本人なのかって疑われましたね。なんか。こいつは本当に日本人なんだみたいな話になっていただいて、ね、僕のドキュメンタリーの映画、はい、最後のシーンで写真使われてますよね。そう、使われてます。はい、かすかに写ってます。出てる、出てます、出てます。一部、はい、何秒ぐらい、うーん、2秒ぐらいかな。出てる。練習シーンとかね。はい、あ、練習シーンも、あ、映ってます。そうそう、2秒ぐらい映ってるのがちょこちょこと。うーん、さあさあ、インスタの視聴率が悪いな。フェイスブックどうですか？今何見てますか？今14人。あ、フェイスブックが一番多いですね。なんか猫さんのフェイスブック頑張ってください。ありがとうございます。お前も頑張れよ。よかったらあの YouTube でも見てください。はい。よろしくお願いします。YouTube 登録よろしくお願いします。お願いします。うん、YouTuber に俺はなるんです、ね。さあ、あれ、福士さんがちょっと遅れてるか？あ、本当だ。琵琶湖。琵琶湖ちょっとトラブル、ちょっと時計気にしてますけどね、はい、福士さんで今琵琶湖の方は、機材トラブルで、そうですね、福士さんがちょっと遅れ始めたな、これ。うん、ちょっとペース早いと感じてちょっとわざとこの間の大迫さんの死んだくり作戦なのかわかんないですけど。うん、雨の時っていつもどうしてますか、ね、はい、変更。あ、琵琶湖毎日マラソンの方は9時25分に変更ですね、スタート時間は。雨の日って、はい、どうしたの？帽子かぶってます？帽子かぶってます。基本はかぶります。まあ、かぶる。はい。そう、なんかね、雨の結構変わるよね、帽子かぶ、雨の日は帽子基本かぶった方がいいと思います。はい。そう、やっぱり雨よけのために、はい、顔面にかかると結構ダメ、なんか、うん、精神的にというか、結構呼吸の時苦しい、ね。うん、はい。その雨量にもよりますけど。あとスタート前はね、あのちょっとカッパとか着てね、厚着にしといた方がいいですよね。体冷えちゃうからね。はい、うん、あれ、清田選手もちょっと遅れたかな、これ。あ、鈴木浜松 AC。はい。ああ、これね、ほら、清田選手も忍者走りなんだよね。はい。ちょっとね、ほら、腕が特徴あるでしょ。そうです。忍者走り。うん、だから、浜松 AC の人は基本、はい、2人とも同じフォームだったんだよね。はい。うん、ほらほらほら、安藤選手も。安藤選手もいい位置いるね。そうそう、いい位置いますね。うん。ちょっと岩手選手がちょっとフォームグラグラしてるな。なんか、まあこれからだと思います。フォームがあれだね。はい。エコだよね。エコです。かなりね。エコロジーです。はい。はい、安藤さん。うん。あ、でも、一山選手いいですね、はい、走り。ね、なんか見てると。いい感じできてますね、一山選手は。落ち着いてますね、なんか今日。そんな背は高くないんだよね。はい。確か一山選手って。158センチ。そんなに巨人だ、俺から見たら。うん、あ、で、岩出選手155センチか。はい。だからちょっとこう、スラッとして見えるというのかな。はい。岩出選手はでも、こう、結構筋肉質ですね。そうですね。なんとなくこう、やっぱウエイトとかやってんのかな。最近のね、はい、フルマラソンの選手は結構もうウエイト取り入れてる。増えましたね、だいぶ。私も、はい、カーツトレーニングをね、週2回やってますけど、はい、バカンスさんなんかやってますか、ウエイト。僕はあのウエイトをやってたんですけど、はい、あの故障したんで、ああ、人によってね、はい、違いますもんね。ちょっとやめたんですよ。で、僕の今の職業がちょっと、原料運ぶ仕事なんで、はい、仕事が筋トレか。仕事が筋トレなんです。ああ、自然筋トレ。はい、自然な筋トレで、なんとかなってます。あのちょうどね、今週木曜、この先週の木曜日に、あの渋井陽子さんとちょっと、はい、お話しする機会があって、はい、聞いたら、渋井さんもウエイトはやってなかったらしいですね。やってなかった。そうそう。いや、やった時期もあったんだけど、そのチームで。はい、そしたら結構みんな怪我が多くなっちゃったから、やっぱりやめようって言って、ウエイトはやらなかったらしいですね。そう、ちゃんとした
人に教わらない人、そう、指導者によって変わるんですよね、はい、それはあると思います、うん、ああ、寒そうだね、琵琶湖毎日。いや、琵琶湖きつそうっすね。うんうん。さあ、あ、川内選手、今日、あれ、メガネかけてるんだ、今日。はい。どうしたんだろう。やっぱり、視界に。はずきルーペ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 。サングラスじゃないもんね、はい、やっぱ雨が気になるのかな。あー寒そうだね。ちょっとみんな寒そうにしてますね。うん、頑張ってください。ほんとでも雨の中だったらね、川内選手そういう悪い条件の方が強い、はい、強いっていうね、やっぱり精神的に強いからね、はい、うん、お、さあ今琵琶湖毎日マラソン、はい、スタートします。約、15分遅れで、機材トラブルで間もなくスタートですけども、なるかな。今度は大丈夫か。大丈夫か。はい、今度はちゃんとスタート。やっぱり靴がみんな緑ピンク派手ですね。はい、うん、アルファフライ買えた人はアルファフライ買ってんのかもしれない、うん、買えてるかもしれないですね。あーでも入ってる選手いますね、アルファフライ。うん、さあ今ねこっち、はい、名古屋ウィメンズの福士さんがね、はい、うん、映ってますけども、映ってますね。37歳ですか。まあね、年齢のことであんまり言ってあれですけども、すごいよね。すごいっすね。だってこれ今回かもしオリンピック決めたら5大会連続かなんかで。ああ、すごいですね。普通の1戦、ね、スポーツ選手としてすごいよね。はい。うん、しかも、種目もバラバラっすからね。そう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 。1万だったり。5000とかね。3000、5000の日本記録。うん。そうですね。はい、1万はね、渋井さん持ってますからね。ああ、そう。さあ、やっぱり、まあ、福士選手はもうここまでね、やっぱり1万ドラマがある人ですからね。はい、どうなのかっていう話ですけども、はい、さあ、今、永山監督の福士会館のデータがね、データが載ってます。あ、経験が5になってますね。スピード4、意外だね。スピード4、意外ですね。仕上がり4か。さあ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 、頑張れ頑張れ。ちょっと横に広がりましたね、うん、集団。5キロが16分40、ほんと3分20秒ペースぴったりぐらいできてますね。いくつ16分41、ほぼ3分20秒ペース。おー、早いね。大会記録出るよこれ、はい、うん、2人の選手、琵琶湖が、うん、ペース見るか早いと早い。あ、倒しただけです。大丈夫だかな、岩出選手。岩で清田、安藤もいますし、福士もいるね。福士選手も、福士選手もなんだかんだついてきますね、うん、あれ、一山選手は、一山選手います。確かあれか、14番かな。14番です。そうですね、はい、いますね。いい位置ですね。わあ、でもすごいね、岩出選手強気ですね。やっぱりいいですね、はい、うん、やっぱりもう覚悟決めてますね。覚悟決めてますね。さあ、まあ楽しみですけども。はい、あ、でも第一集団と第二集団かなりね、はい、開いてますね。そうですね、第二集団開いてます。うん、福士さんもなんと、あ、給水2本持ちだ、はい、あれ首掛けかな。今ね、最近あの、はい、こう首掛け給水の人、はい、流行ってますよね。流行ってますね。今こっちとこっちでこうやって。はい、これをここにこうやって2本こうやって入れるんですよね。あ、そうです。で、ここに首からかけてこうやって飲むっていうね。あ、欲張り方式っていうんですか。欲張り方式。そうそうそう。欲張り方式。男子のね、はい、服部選手。そう、服部優真選手がね、やってましたけどね。はい、さあ、今、東京ラブストーリーの、CM に入ってきました。絶地だ。絶地だな、本当に。さあ、今、Facebook が、福士選手頑張ってほしい。前に、
棄権されたリベンジを。そうですね。そうですね。まあ頑張ってほしいな。うん、そう、すごいわかる。わ、はい、かる。頑張ってほしい。なんか、なんかね、あの、はい、でも福士選手を超える選手にはやっぱ出てきてもらいたいというのもありますよね。ああ、やっぱりそうです。そのなんつんですかね、はい、新星も見てみたいよね。ああ、そういう気持ちもありますね。世代、次の世代の。そう、でもここで福士選手が勝ったらすごいよね。すごいですよ。文句なしで、はい、本当にやっぱりそのもうレベルが違うっていうかさ、はい、もちろんもう才能だったらもうピカイチじゃん。そうですね。なんかそこね、それやっぱり格が違うんだなって思うけど、はい、やっぱね、年齢ちょっと気になっちゃうね。はい、37歳ってあそこのトップ選手の年齢、ね、年齢が近いので応援していますと。同世代の、すごいよね。だって、はい、ずっともうだから37歳でしょ。だから約20年ぐらい日本のトップにいるんですよ。それはすごいです、ね。凄まじいよね。レジェンドですね。うん、さあね、男子も今、はい、スタートしまして。ペースメーカー、ペースメーカーは青い印の、青いゼッケンの方がペースメーカーなんですかね、これ。うん、走ってますけど。はい、ペースメーカーは2時間8分設定って書いてありますよね、リアク。はい。それじゃ記録が。記録出ないよね。出ないよね。出ない。2時間8分設定なんだ。はい、厳しいね。厳しいです。ペースメーカー、小さくちゃいけないな。向いてから。そうですね。ペースメーカーに勝たないと出ない。さあ、CM 終わって、吉野。はい、名古屋ウィメンズもスタートしました。あれ、福士さんあれ、福士さんいます、います。いますね。一番端に。あれ、そうだよね。はい。います。いい位置にはつけてますよね。はい。うん、ただ安藤選手が良さげな感じもしますよね。うん、そう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 。はい、なんかすごいさ、あの走り方ってさ、はい、こうあんまり疲れ感じさせない。そう。腕振りがすごい楽にしてるからさ。はい。うん、あれでもすごい倫理かなってんだよね。そうですね。あれ結局はい、こうなんだろう、お腹のここのよく。マラソンってこれ何筋って腸腰筋、腸腰筋を使えてよく言うじゃないですか、はい、ね、あのローリング走法じゃないけど、へそから下に足が入ってると思っていて、はい、ああいう風にしてるからあんまりこう腕の振りを感じなくていいからさ、はい、あれ一応輪にかなってるんだよね、はい、そう、やっぱり余計なブレが少ないですね。そう、だけどやっぱりでもね、競技場とかに入ってきたらやっぱ最後ラストとかやっぱ腕振った方がいいとは思うけど、はい、そうですね、スパートのことを考えます。やっぱ変わるのかな、はい、でもあれで走れちゃうんだからね、すごいよね。はい、あ、今ね、清田選手が、ね、浜本選手。ちょっと硬いっすね、うん、走りが。清田選手も、はい、忍者走り、ね。忍者走りです。そう。ベストタイムが2が23分。ちょっときつそうですね。はい、ちょっとね、うん。あ、でも表情はまだそんなに。表情は大丈夫ですけど。うん、頑張れ。雨でね、大変ですけどね。去年のね、東京マラソンも、うん、琵琶湖が1キロ3分11のペースで、スローペースですね。スローペースですね。スローペースだね。はい、あ、なんでなんか外国人選手出ていきましたね、なんか。うん。数名。うん。スローペースだとやっぱり厳しいですね。うん。あ、でもペースメーカーも負けじとペース。なるほど。ちょっとペースメーカーがペースメーカーじゃない感じになります。うん、さあ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 。男子の方はやっぱりこうピンクと緑のね、シューズがね、すごい 目立ちますよね。ナイキの厚底。そうです。で、後ろにはね、激安の電動メガドンキーがね。メガドンキー。これ地方に多い、あの、でかい、ね、駐車場が大型のね、お店がちょっと見えてますけど、ね、うん。見えてます。さあ、この選手は？あ、デンソーの選手がいて、うん、で、ここは、うん、第2集団、ね、うん。去年のさ、東京マラソンが雨だったんだよね。はい。あ、雨でした、ね。そうそうそう。ね、バカンス君、応援に来てくれましたね。応援来ましたよ。そう。は
門の中で応援しました。僕、あの時35キロからきつかったな。ああ。でも、走ってるみんなはさ、はい、あの同じ条件だからさ、はい、そこでやっぱり調子悪いとかっていう言い訳はできないじゃん。そうですね、ただ今回はもう、タイムがきちっともう打ち出されてるわけでしょ、はい。だから条件が悪いっていうのはちょっと厳しいよね。同じ条件じゃないからさ。そうですね。そう。そう、それがあるからね。大変だよね。まあ、一山選手。一山選手は、なんかいい感じで来てる気がしますね。うわ、かっこいい走りしてますね、一山選手。無限の可能性を秘めた走りですね。いい走りしてるね。ちょっと言ってる意味がよくわかんないんですけど、ね、無限の可能性を秘めたって、なんかその、大味な言い方ですよね。だってね、若手で、もうちょっとなんか具体的なこと言ってもらいたい。アルバカーキーだ。練習して、うん、コーチトレーニングですね。はい。ユニバーサル入社したと。ああ、わかる、長山さんに彼女の約束で次のオリンピック一山で行くよって。ああ、まあでもその本当に期待させるだけのなんか選手って感じしますよね。そうですね。うん、スピードあるからね。はい。なんかスピード感も。今回がフルマラソン何回目 ?4 回目か5回目でしょ ?4 回、5回目ですね。そう。で、どん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 タイム上がってきてるからさ。はい。もう楽しみっちゃ楽しみだよね。はい。でもね、おー、はっきり言ってね、2時間20分40、絶対切ると一番、はい。だからさ、松田選手は、どういう心境なんだろうね。はい、そうですね。この間ね、大阪女子で優勝したけど、はい、終わった当初はさ、はい、いや、この記録、破れる日本人はいないでしょうみたいな言ったけど、でも分かんないよね、21分ってさ、はい、あのね、その野口さんとか Q、ね、Q 様の時はね、はい、あの結構切る選手多かったんです、渋井さんもそうだし。多かったですね。うん、はい、ちょっと分かんないです、ワンチャンあるかもしれないですね。しかもグラフも結構高めですから、ね、仕上がりは、はい、仕上がり5じゃすごいね、はい、スピード4メンテル経験がね、はい、まあちょっと若いから経験はあれですけど、うん、2時間21分切るって言ってるからね、はい、もう日本人一は当たり前って言ってましたね。本当、はい、楽しみだね、はい、やっぱりそのぐらいの意気込みでいかないとやっぱり。うん。頑張れ。待って。この雨がどうね、本当に影響するかっていうだけだよね。はい、そうですね。ああ。まあちょっと寒さが苦手な選手は後半怖いですね。うん。ね、低体温症。はい。雨だからね。ちょっとそこだ。ただ女性が寒さ苦手っていう人はあんま聞かないですけど。あ、そうなんだ。はい、男性は結構寒さ苦手っていう人。あで、こういう時、はい、寒い時でもきちっと休日となるとダメだからね。はい、そうです。そう。大丈夫だろうと思っても、ちゃんと取らないと脱水がかかっちゃうからね、本当に。コメントいきました。おはようございます。おはようございます。どんねぎさん、おはようございます。どんねぎさん、おはようございます。Facebook のことですか、今から。はい、おはようございます。おはようございますが。結構何人ぐらい今25お、ちょっとだんだん増えてきた。増えてきましたね。Facebook 多いな。さあ、やっぱ身近なんでしょうね、一番ね。はい、はい、ああ、さあ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 、琵琶湖毎日マラソンのはあのタイム何分の人から走れるんだっけ？29分だっけ？琵琶湖は30分切りなんで29分です。じゃあ私も別にこれ走ってもよかったってことなんですか？走ってもよかったです。ああ、でももうレベル高いでしょ？高いです。東京、あ、でも今年走るんだったら今年だったね、東京走れなかったからね。はい。でも登録がもう間に合わなかったか？いや、多分猫さんは大丈夫だ。1週間前まで大丈夫なんだ。ああ、でもエントリーはだいぶ前かもしれない。ああ、じゃあダメだね。はい。そっか。わかんないですね。はい。いつか出てみたいけどな、はい、琵琶湖も。琵琶湖は今日はちょっと風が強いのかな、これ。琵琶湖。風が強い。琵琶湖ってそう、風強いんだよね。そう。だから大体タイム2分ぐらい遅くなるってね、よく、はい、まあ、やれてますけどね。風の影響が結構あるかもしれないですね。うん、
いいね、はい。アルファフライ履いてる人もいるのかな。いますね。これそうか。あ、これアルファフライじゃないですか。緑のね。うんうん。ちょっと分かりづらいですよね。なんか、うん、アルファフライなのか、ベーパーフライなのか、ベーパーフライなのか、ズームフライ3なのか。そうそうそう。それはねえか。それはねえか。フライはさすがに、さすがにないですね。このトップ選手は。いつさ、店頭販売してくれるんだっていうね。はい。欲しいよね。はい。うん、ただ、まだ1ヶ月以上はかかるんじゃないですか、次買えるのに。なんかすごい注文入ってるって噂だよ。はい。まあ、あれ、ペーパーはまだ買えるの？ペーパーは買います。あ、買えるの？ペーパーは買います。もう普通に買える。普通に買えます。ペーパーは普通に買えます。でね、ナイキシリーズね、結構高いけど、はい、今、何でしたっけ、あの、安いの置く、安いのっていうか、はい、型落ちる。あー、何でした？ 4% ですか？あ、違う違う、お店なんていうんだっけ、名前ちょっと忘れちゃった。あのお店がたくさん。お、アウトレット。アウトレット。アウトレット。全然ダメだ。アウトレットがさ、アウトレットに結構もう今、はい、そのナイキの初代なんだっけ、あそこ。あ、ネクスト。ね、あ、4%。4%か。4%。とかもう普通にもう1万円切るぐらいで売ってるって。安いですね。はい、あ。小川美奈さんが買ったってそれで。あ、本当ですか。そう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 。安い。結構十分。あれ、プレート入ってるんですか。プレート入ってます。入ってんだっけ。あ、初代の入ってなかったのかな。でもね、確か 4% 入ってるやつは、フライニットの 4% だって入ってます、ね、うん。あれ、結構1万円ぐらいでも買えるって言ってたよ。あ、そう、幕張の。幕張、うん、幕張のアイドレット。ZOZO マリンのところのアイドレットですね。うん、安藤由香選手。はい。いいね。なんか地味にこのダイハツの選手ですかね、この岩手選手の後ろにいる。ダイハツ誰だ、もしかしたら大森さんなのか、それとももう一人いるんですよ。うん、いいね、いい走りですね。はい、もう一人いたな、ダイハツ。この細田さんっていう方。岩手選手はぐいぐい行くね、走りが。はい。ね。ちょっと岩手さんもあるかもしれないですね。岩手さん。はい。でも、あーどうだろうな。福士さんは。福士さんは、はい、で、いや、でも、意外と冷静かもしれないけど。意外と冷静かも。うん、すぐいぐいいくね、はい、走りね。結構力強いんだね。はい。弾丸って感じだよね。弾丸だもん。ガチで真剣だ。琵琶湖の方がちょっとずつばらけたのかな、これ。うん、これが第2集団、うん、第2集団は、ああ、松田選手ね、京セラ、うん、はい、であと大森選手もこの集団にいます、ね、うん、夏木選手、はい、思いますけどね、岡本夏木以外の、ね、岡本夏木、うん、はい、さあ長尾イメンでみんなさ、昨日は、ね、はい、何食べたんですか、やっぱきしめんとか食べたのかな、味噌カツ、味噌、いや、カツはね、さすがにいないよ。いない。カツは。まあ、油っぽいからか。油っぽい。じゃあ、でもあれは、ひつまぶしある。ひつまぶしは全然、うん、食べてそう。うなぎだしね。はい。うん。ひつまぶし食ってそうですね。カレーうどん。カレーうどん、中にいるかもしれないですね。カレーうどんも有名だからね。はい。そう。足で遅れてるのは101番。101番、上杉選手。上杉選手。うん、ちょっと遅れ始めましたね。上杉選手って今、バッて言ったけど、はい、どこの選手かちょっと分かんなかったな。ごめんなさい。スターツ。おお、4人しか見たことないっちゃって、俺の方。あ、頼むよ、ね、皆さん。こっち増えましたよ。112人増えました。どんだけ弱いんだよ、これ。さあ、頑張れ、一人きつそうです、ね、フル走る時の心持ちってどういう感じですか、バカンスさんは。僕はもう本当にオーバーペースにならないように気をつけることですね。うん、やっぱり30キロ過ぎの地獄が怖いので、うん、あとはエネルギー切れをしないようにしっかり呼吸をすると、うん、ゼリー等で。そこは心がけてますね。僕はね、もう10キロずつ分けてる。
あ、僕も10です。10キロずつ。10、20、30。10までは、はい、まずは、ウォーミングアップって考えて。で、だけどそこ辛くなるけど、はい、絶対に10までは絶対離れないように。で、10ぐらい過ぎると、ようやく体が乗ってくるから、10から20は意外といけちゃうんです。でもそっからなんだよね。そっからっすね。で、20から30もまだいけるんだけど、はい、そっからもう弱気になったらもう終わりだから、はい。そう、で、もう30から40はもう強気。あ、安藤選手。ちょっと安藤選手が、給水ね。取れなかったですね。でもここはもう慌てないことだよね。はい。うん。あ、取れよかったよかった。もう一個。あれの方で取れた、ね、一般の選手の。アクエリアスでね、はい、うん、これはもう仕方ないですね。いやいや、でもそれでも、はい、十分だと思うよ。俺、はい、給水いつもアクエリアスだもん。俺、あ、じゃあ中に入れてるの。じゃあゼネラルとあんま変わんない。そう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 、当てることないよ。はい、お、安藤選手がね、今隣の選手にあげましたけど、はい、こういう心遣いはいいっすよね。うん、うん、ほら、僕とか東南アジア大会で僕スペシャルドリンクを受けるんで、はい、そうですよ。もうこれみんな作っておくんだけど、僕のね、チームメイトの、で、カンボジアは2名出れるんですよ、いつも。おうおう。で、僕いつも1位だから、僕と。で、大体いつも2位はね、大体決まってるんですよ。同じチームメイトの、マービーローとか、ね、そう、バカンスと同じぐらいの、大体そこ、はい、2時間35分とか、そのぐらいで走る選手がいて、同じぐらい、ちょうどライブです、ね。給水いつもこう、作ってないんですよ。で、それだけ僕多めに持ってきてから、じゃあ俺の給水これでちょっとあげるって渡したりするんですけど、前回俺は給水いいって言って、はい、お前男らしいなって言って、俺は大会だけのああいうアクエリアスとかで十分だからって言って、バーッと走ってたらですね、はい、喉乾いたんですよね。最初みんな集団で行くじゃないですか。はい、そしたら、マレーシアの選手の給水バーッと取ったんですよ。そしたら給水かかるの人が、ファイなぜはっって言って、俺さ、給水置いてなかったって思ったんじゃないですかね。はい、ちょこっと飲んで、ソーリーって置いて帰ってました。もう一口飲むんだと思って。お前、給水いらないって言っただろうって、俺、突っ込もうかと思ったけど、走ってる最中だったからさ、そう言えなかったんだけど、そう、ですごい、昔、ミャンマーの大会の時も、はい、で、15キロぐらいの時、給水、もう喉乾いたんだろうね。はい、大会側が用意してるやつ、パン、水、あとバナナ置いてあったの、はい、マービーローだけ全部取っていったから、ね、バーゲンセールみたいになってた。そこから遅れていっちゃった。バーゲンセール、そう、ガバーッつよくばる。そう。あ、さあ、15分。ああ、おっ、うん、まあ、どう3分5ぐらいか。5ぐらい。うん、3分5、6。まあ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 、でもこのペースいったら無理だよね。まあ厳しいです、ね、そうだよね。はい、大迫選手の記録は抜けないよね。そうですね、大迫選手の記録は抜けないです、ね、うん、はい、スピアコはきついのかなやっぱり。まあね、しかも雨降ってるしね。はい、琵琶湖ね、僕も今年の正月旅行行ったんですよ、家族で、うん。何もなかったですね。何もなかった。夜、はい、琵琶湖の周り走ってたんですけど、暗くて怖かったですよ、本当に。ああ、まあ、やっぱりなんか街灯がなさそうですね。そう。誰、遅いの、遅いのっていうか、遅れたのがさっきのスターツの上杉さん。あれ一山選手いる？あ、いるか。います、います。いる。ちょっと外国人選手がちょっと背が高いから分かりづらい。ちょっと遅れへんけどね。はい。千葉出身。あ、似たやだ。はい。似たや柏。スターツだ。スターツ。うん、あ、千葉だよね、スターツってね。ちなみに会社確か、うん。カンボジアにも会社出してますからね。不動産ですよね。そうですよ、うん。不動産屋です。うん、すごい、ね、こうやって見るとすごいいい走り、ね、はい、されてますけども、やっぱこれでもやっぱダメなんだよね。あともう1名ちょっと遅れてきましたね。19番。やっぱりこう走り見てると、アフリカの選手が何がいいって、やっぱ腰の位置が高いよね。はい、高いです。そう。15番。
15番の選手が、こちらの池光さんがちょっと遅れてきましたね。まあ、いやー、岩出氏、目大きいね。大きいっすね。こぼれそうだよ。こぼれそうです。そっか、思いがね、強い。はい、まあ、思いが一番強い選手に勝ちますよね。靴もアンダーアーマーなのかな。そう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 。そうなんですか。すべてアンダーアーマーです。アンダーアーマー、シューズ出してますから。はい。あの、豊洲にあるんですよ、会社が。ああ。豊洲のちょっと先って言えばいいのかな。うん。一応、去年、日本人トップでゴールしてるんですね、岩出選手。そうそう、中にジムがあるんだよね、アンダーアーマーって。ああ。前までだから、ケンブリッジも、選手もね、あ、短距離の。そう、今、プロになっちゃったけどね。はい。そうケニアで武者修行。うわ、すごいね、こんな感じ。ケニア一回行ってみたいけどな。あ、痩せてるね。はい、絞れてるね、これ。絞れてる。あれは野口選手だ、はい、僕身長同じですからね、野口さんは。まあ、あと全部違うんですけど。あと全部違う。あと全部違う。そう、身長だけ同じ。あとね、顔から性別から国籍から全部違う。あ、そうそう、はい、国籍も違う。はい。強い名古屋で優勝して決めたいと。はい。すごいね。なんか、ドラゴンボールに出てきたな。綺麗な顔してますね。ドラゴンボール、人造人間。あ、18号。18号ね、うん、ちょっと綺麗な方ですね。うん。目クリッとしてるね。すごいね。あの、前のさ、あの、女子の、はい、ペースメーカーの人、青い、はい、走りが弾丸みたいなね。確かに、なんか攻撃的な走りしますね。そうそう。ワイルド。ワイルド。ほら、腕をさ、ちょっと短距離的なっていうか、なんかこう、はい、運動会って感じのね。運動会ですか、ね、そう。運動会のちょっと速い。そう、速い、ね。スピードが ね、あるんだろうね。はい、すごいよね。どうも、なんか、琵琶湖の盛り上がりがあんまり。落ち着いてるからかな。うん。あ、金本の選手走ってんだね。はい。琵琶湖の方はね。あれ誰だ、金本の。金本。ちょっと、顔が分かんない。高岡さんが今日解説に入ってるでしょ。ああ。琵琶湖。ね、全日本記録、前々回のか、日本記録保持者ね。あれ一人棄権しましたね。ベッティ・サイナ選手、ケニア。ケニア・サイナ選手。ベストタイム2時間22分。早いですね。12キロ地点でね、はい、出ちゃいましたけども、はい、頑張れ頑張れ、これいいぞ。さあ、縦長に来ました。あ、ラララオハブロマキ、うん、ラララララララ応援ソング、あ、応援ソング歌ってんだ。テレビやマスコミはね、テレビや、はい、そう、ララと、あと、熱くなるですね、うん。応援ソングね、そうですよね。はい、もう我々の時代では、ね、たまらないですよね、大黒摩季選手さんね。そうですね、あの90年代です。すごいですか、ね、うん。僕はもう、スラダンのエンディングだった、あなただけに進めてる、うん、めっちゃ好きですね。あ、スラダン。スラダンって言うんだ。スラダンって言います。スラムダンク。はい、もうスラダンって略しちゃうんです。あ、公式応援ソングなんだ。レッツゴーガールズ。レッツゴーガールズ。さあ、頑張れ頑張れ。男子はまだ落ち着いてるな。勝負はまだまだこれからさ。すごいね、やっぱりほら、はい、あのアフリカの選手のあの足の長さ見てくださいよ。はい、すごいです、長いですね。綺麗な。そう。足の長さ。で、またほら、あのね、安藤選手がすごい省エネ走法っていうかさ、はい、ああいう感じでしょ。そうですね。差が激しいよね。はい。確かに。ダイナミックな走りと省エネの走り。うん。あれちょっと岩出選手がちょっと後ろに行ったかな。
まあ、まだ10、まだ13キロだからね。ああ、これからが。こっからようやく体動いてくる選手いるからさ、はい、そう、雨だったしさ、はい、そうですね、最初の10キロ、まあ、それほどさっきの猫さんみたいに、最初の10キロはアップだったと。そう、はい。あのね、20キロまでは誰でも動くから、はい、でハーフとマラソンで違うから。全然違います。そう、全然違う。昨日ね、我々、あの、はい、20キロ走ね、一緒にやらせていただいて。やったんですよ。はい、負けましたよ、私が。20キロ、うん、20はいけるんですよ。ただね、先々週ね、2週間前、はい、40キロ走った時は私がもうあのぶち切りで、そう、はい、マウントポジション取ってやりましたけど最後の1周ダメだったの。全然ジョギングでしたもんね、僕だからね、そうなんです。30キロまではね、いけるからね。いけますよ、そっからだから。33ぐらいまではいけます、うん、これね、もうやってる人はね、よくわかると思いますけどね、はい、うん、やってる。お、川内さんはまだ落ち着いてる。集団の中にいますね、川内選手はね。はい、うん、あずきルーペ。あずきルーペ。あずきルーペ。川内さんは本当にこういう時の走りとかね、すごい面白いです。面白いっていうか、すごいやっぱりこう見せ場作りますからね。作りますね、やっぱりこういう悪天候な時ほど。うん。そう。ちなみに今日のね、これ僕のこれ T シャツ見てください。これね、これ、後ろ。はい。俺のプロジェクト。俺のプロジェクト。そう、オレゴンプロジェクトじゃないんですよ。俺のプロジェクト。俺のプロジェクト。そう。はい、ですかね、オレゴンプロジェクトはね、はい、ちょっと残念ながら解散というようになりましたけど、俺のプロジェクトはね、はい、これ T シャツ売ってますんで、よかった、ね。あ、売ってるんです。そうね、結構かっこいいでしょ、これ、にゃーって書いてあってね。はい。ね、俺のプロジェクト。結構これランナーから人気の。うん、あ、来てました、来てました。ね、来て、ね、大会とか走ってるね。走ってる、シャレが効いてていいってやる。はい。男子は10キロか。10キロですね、もう。うん。はい。まあ、まだ大きい集団だね、やっぱりね。うん。まあ、そうだよね。これでもさ、こんだけ大きい。うん、ちょっとインスタライブが終了しました。あ、どうした、なんでなんかトラブったのか。いや、見る人がいない。見る人がいないです。はい、じゃあ、解散というもの。インスタライブ解散という。電気つきますか、電気。はい。さあ。ああ、今、これは前回の琵琶湖マラソンの優勝者は、はい、ライトアップ。モロッコだ、29歳。ブナスル選手。前回の優勝者だってちょっと遅れてますけども、あ、ちょっと遅れてます、ね、うん、さあ今、はい、名古屋ウィメンズ、あ、一山選手もいい、あれちょっときついか、ちょっときつそうです、ね、表情だけ見るとね、はい、うん、でも分かんないからね、はい、前回もさ、あの1週間前の東京マラソンの時もさ、はい、大迫選手とかね、はい、死んだ振りそう、あそこから35からぐわーっていったもんね、はい、すごかったよね。だからどうなるかわかんないよね、下手なこと言えないですよ、はい、応援しましょう最後まで、はい、あ、これ野上選手ですかね、うん、ちょっと長崎ね、うん、はい、遅れ始めて、長崎で思いつくのは何ですか、テローさん。カステラ。カステラ。ジャバガンさん。あ、チャンポンです。サラウドン。サラウドン。え、サラウドン？サラウドンもそうだよ。そうです。福山。あ、あの、ハウステンボス。伊佐間山の、1万ドルの夜景。ちょっと分かりにくい。僕、お母さんが長崎出身なんで、はい、結構長崎詳しい。伊佐間山知らないでしょ。知らなかった。あの1万ドルの夜景ってやってるんですよ。お、はい、普通はね、なんか。ちょっと川内選手遅れた、うん、遅れましたね。でも川内選手ってね、本当、はい、分かんないからね。そう、分かんない。ここで遅れてもさ、後でまたぐわーって粘るからね。はい、巻き返す力をする。ちょっとね、最近ちょっとこう、はい、タイム的にはね、ちょっと、はい、振られてないところもあるけど。はい、でもね、やっぱり魂の走りっていうかさ、はい、うん、すごいですよね。なんか執念の走りが。うん、
昨年ね、結婚されてね。はい。ぜひ2世見たいですよね。カオリツ2世。うん。まあ、今だけか。ああ、でも前の、カオリツ選手の前の。はい、あ、また給水取れなかった。あ、ちょっと給水取れないのは痛いですね。でもなんか一時期より体重落ちたような感じしない、なんか絞れた感じ、うん、絞れた感じしますよね、はい、わケニアの選手かな前、はい、エチオピアかな、すごいリズムになっていい走りしてますね。ちょっと粘っ取れなかったか、ちょっと取り損ねました。先頭、うん、から6秒差。ああ、まだでもまだ6秒差なんだこれ、うん、はい、なんで取れなかったんだろうな、なんだろう。女子の方はどうでしょうか。うん、なんか女子はかなりばらけてきましたね。はい、うん、まあ、ただやっぱり有力と言われる選手はまだ未だに残ってますね。福士さんは後ろにいます。後ろいる。はい。一つちょっと不気味。安藤選手いいですね。ちょっと不気味はあのピンクのユニフォームの。うん、113の細田選手がちょっとどこの実力ダイハツですね。ああ、ダイハツ、はい、ダイハツもいい出しますね、はい、ちょっと不気味な存在ではありますね。なんか不気味ってどういうの、なんか来そうな感じが不気味って言ったらなんかね、一発ありそうな、端っこからなんかええみたいな見てるイメージだよ。ダークホース的です。ダークホース的なね。そうそう。だからね、新しい、こう、本当オリンピックイヤーっていうのはね、新しい人が出てくるってよく言われてますからね。うわわわわ、給水怖いね、これみんな。怖いですね、この女の戦いが。細田愛選手、ダイハツ。日体大出身ですね。29分だからね、ベスト。はい、ペースすごいね、もう賭けに出てるね、はい、だって29分でさ、こんなに飛ばすってすごくない？すごいですね、うん、調子がいいのか分かんない。今給水上げた、譲り合いの精神、美しいね今のね、はい、チーム違うのにね、確かにチーム違う感じ。あれちょっと、あ、岩出選手、あれ岩出選手頑張ってもらいたいね、まだ15キロだから、はい、あ、で、そんな落ちて、ああ、ちょっと。選手じゃないからね、はい。力がない選手じゃないからさ。はい、確かに、それはあります、ね、うん。力あるからね。はい、去年、日本人トップなんで。うん。はい、まだ。ああ、でもちょっとか。ちょっときつそうですね、うん。表情に出ちゃうタイプだね。はい。うん、福士さんもちょっと、でも福士さんなんだけど大丈夫そうだよ、うん。ああ、でも、でも食らいついてますね。うんうん、安藤選手なんかこのすごいね、省エネ法、はい、ブレがないよね、こうやってほら、そうそう、見てください、この、はい、あの本当だ、体の上下が、そう、上下量がないんだよね、いいですね、すごい、はい、あ、エコロジーですね、エコロジー、うん、福士選手もすごい走りしてんね、やっぱりね、はい、うん、安定してます。かっこいいよね。この2人はちょっと粘ってほしいですね。福士選手と岩出選手。川内選手がね、今ね、はずきルーペを今、頭の中に。はずきルーペ。はずきルーペ。外しましたね。外した。頑張れ。いや、だんだんレース展開がコロコロ変わってきましたね、うん、どっちも。ただでもまだ琵琶湖の方がまだ集団が多い感じですね、うん、CM
っぱり名古屋ウィメンズだからやっぱり化粧品の CM が多いのかな、はい、そうですね、うん、フカキョンがフカキョン、はい、ね、こういう CM でね、ピアノ買ってちょうだいとかあね、あんまし見ない感じしますね。逆にやったら面白そうですね。あれ、猫さんなんか CM、はい、あの誰だっけ、ジャニーズの誰だっけ、あ、永瀬さんと出てました。あれ何の CM でしたっけ。はい、あれはですね、あの不動産の、不動産か、そうでございます、不動産の CM、 そう、あの清野さん、女性で今ねすげえ売れてる、あ、白黒パンダの、あ、はい、あの人の曲をしてるんです。あの綺麗な、僕がこうにゃんこ先生で走ってきて、で靴をこうやって脱ぎながらこう走って通ってるっていう、はい、そう、オープンハウスの CM なんですよね。で、上からこう永瀬さんとか笑ってると清野さんが、はい、かっこいい、大人ってかっこいい、はい、言ってくれるんですけど、はい、あの永瀬さんに挨拶に行った時に、はい、めちゃくちゃかっこいいの永瀬って、はい、ああ、なるほど、 でかい、でかくてかっこいい、うん、なんか本当になんか男らしい感じあるじゃないですか。あります、あります。だけど顔めっちゃ端正なんですよ。で、あ、どうもみたいな、すごいいい人で気さくっていうか、はいはい、したら思わず言葉、かっこいい、永瀬さんかっこいいって俺が言っちゃいましたよ。そう、そう、かっこいい、永瀬さんかっこいい。本当にかっこいいよ。なんか男も惚れるって感じだね。あ、強い選手で優しさを持ち合わせて、はい、持ち合わせなくて、強いのなんか言いません、素晴らしい。あ、なるほどね。吸水シェアね。あ、はい、強い選手だね。あ、そういうのね、ありますよね、うん、だからこうボクシングで言ったらね、はい、なんでしょう、こう右目から血が出て目が塞がったらそこ右目は狙わないとかね、そういうことですよね。あ、僕だったら絶対狙いますけどね。いやいや、はい、自分より小さい人間と弱い人間にはめっぽう強いから僕は。いやいやいや、最悪ですよね。最悪じゃん。最悪ですよね。自分が背低いからって。まあでも琵琶湖あれですね、CM ないから、うん、ずっと。そうか、NHK だからだ。はい、ああ、そっか。そうそうそう。視聴率争いはどっちの方がすごいのかな。名古屋じゃないですか。やっぱ名古屋かな、はい、視聴率は。うん、でも CM の時にさ、はい、こう、見る人いるんじゃない、琵琶湖の方。ああ、じゃあちょっと変えようみたいな。うん。こう、集団が。来てるね、やっぱ、前のね、ヨーロッパの選手なのかな、してるの低いね。そうですね、ペーサー。うん、ペーサー。ずっとあの走りですよね。イギリス、シャーロット、はい、バデュー。イギリスの方なんだ。イギリスの方です。スピードあるよね。今年、はい、ハーフで2位ですね。丸亀国際ハーフ。ああ、じゃあ速い選手。やっぱスピードある選手なんだね。1時間8分ですね。速いですね。速いね。ああ、素晴らしい。素晴らしいプレーが、ね。今、ダイハツの選手はね、はい、ダイハツの。細田さんが、はい、今これは誰にあげたの？安藤さんにあげたんだ、美しいね。取れなかったもん。安藤さんがね、取れなかった。そういうこと。うん、いや、これはちょっとダイハツの細田選手がちょっと来そうな気もしますね。うん、レイアちゃんで兄の同級生、頑張れゆかちゃん。はい、川子って。あ、川子魂だにゃんとか。うん。そう。岩田さんは名前がレイヤーだからね。それレイヤー、はい。自分の年にしないと。自分の年にしないと。そう。ちょっと自分の年できそうにないぜ、今。いやいや、そのお前もすぐ、お前、選手の応援してんだろ。出たな、天然が。天然が出ちゃった。ちょっと出て、辛口いいけどさ。もうどこ目線なんだよ、お前。ずいぶん、お前。すいません。たまにこういう発射するんで。いや、素直でいいけどさ、もう辛口だなと思って。いや、でも分かんないよ、まだ感は分かんない。でもこれだけ開くとちょっとどうなんだろうね。はい、ちょっと厳しい。ちょっと福士選手も、はい、頑張ってほしいですけどね。はい、そう、はい。昨日もね、ちょっと、はい、テロさん聞いてくださいよ。はい、昨日も一緒にこう20キロ終わってね、まあ、バガンさんは、まあ、こういう性格じゃないですか、こう分かりやすいっていうんですかね、もうずっと僕に勝ってるからもうニヤニヤしてるんですよ。しかもタイムも想定内で行ってるから、こう帰ってきたもんで、
体操して、じゃあちょっと今から外行くかって、ジムにね、鍵、ロッカーの鍵を預けて、ジムを出るときにね、受付がね、テロさんも知ってる、小川美奈さんってね、元、あれ、どこ、実業団なんだ、女子だけど2時間28分で走るね、まあすごい日立の、もうめちゃくちゃすごいランナーの人でね、今もまだ、富士登山競争で連覇したりとかしてる、まあもう、レジェンドランナーですね。その人にいつか、いや、ミーナさんに負けないです、僕は、みたいな。なんか言い出したんです。ちょっと乗ってたから。じゃあ、ミーナさん今日は何分だったんですか？何分台で？4分でただ引っ張ってただけなんですよ。いや、僕の方が早いですね、とか急に仕掛け出しちゃって。じゃあ、ミーナさんですごい性格いいんですけど、ちょっとやっぱ勝負者に血が出たんじゃないですかね。バカンス、でも俺がちょっとここまずいなと思ったから、バカンスはミーナさん28分だと言ったら、今年抜きますから。ちょっとミーナさんもムッとしてたよ、お前。随分これですよ。28分は難しいよ。難しい。だって今何分だっけ ?36 分です。そう、いきなり厳しいよ。だから僕がちょっと水さして、はい、来年だなって言ったの。そうですね。そう。来年です。そう今年は30分は来てすぐこう発動しますから、はい、バカンスビームが。バカンスビーム。で、お前、お前そんな押し込むなよ。いやいや、目が涙目になってる。怒ってるわけじゃないんだからさ。はい、ちょっと隠しときますね。いやいや。あ、いやいや。まあ、バカンスさんのね、いいところでもあるね、面白いところでもありますから。ビアコマラソン、スタートの遅れの。ね、はい、スタートのピストルが7回。いや、やっぱ、いや、僕が言った通りでしょ雨でね。そう、やっぱ雨だと。だから僕みたいにバーンって声で言えばいいんですよ。そう、バーンって。あー、ちょっと離れちゃったですね。そうっすね。18でこれだちょっときついのかな。ちょっとせめて20までは粘ってほしかったかな。でもまだ。ああ、でも厳しいかな。安藤選手とか、はい、いいね。安藤選手いいですね。うん。ちょっと、でやっぱり、自分が見る限り、やっぱり細田選手がなんかいい感じがするんですね。ただちょっとわかんないですけど。はい。うん、なんでかって、はい。いろいろこうさっきさ新聞とか見てたじゃないですか、はい、それで2時間21分を切る練習をしてきたってはっきり言ってないですか、はい、コーチとかも監督か、はい、もうその何だろうその今回の練習の満足度5だったでしょ、はい、やっぱそういう人って強いよね。あじゃあでタイムもはっきりしてるから、はい、かなりやってやるぞっていうさ、そのもう意気込みが。そうそう、神がかり的なところもあるからね、はい、そういうのって。うん、あ、そして、今、琵琶湖。川内選手、先頭が50秒遅れてる。1分でしょ ?1 分だとどのぐらい違いますかね ?400 メートル?もっとか。まあ、400ぐらい。まあ、だいたい、そんぐらいかな。うん、はい、きついね。きついっすね。400。400メートルはちょっと。100でもすごいきついもんね。きついです。はい。まあでも、後半みんなね、雨降って、はい、こう、どんどん変わって、疲れてきたら、はい、まだ川内選手のね、粘りの走りできるから面白いですけども。はい。うん、結構狭くない？狭いっすね。狭いよね。琵琶湖は狭いな。ここはあっちがランニングロードになってんだね、多分ね。ああ、うん、そう。ちょっとあんまり広がりすぎると危ないですね。うん、どうなるか、ね。ちなみに雨の時は、はい、靴はね、もう濡らした方がいいですよ、ちょっと濡れるんだから。ああ、もう。そう、どうせ濡れるんだから。ああ、なるほど。もうびっちゃびちゃにするぐらいの。そしたらもう気にならなくなっちゃうから。はい、うん。それも一つのね、戦法なんですよ。うん、なるほど。まあ確かに、なんか、中途半端に濡らすぐらいだったらもう豪快に濡らした方がいい、ね。そう。うん。わあ、女子ばらけてきたね。男子のさ、この集団見てるから。そうですね。ね、あれだけ。余計にそう、女子ばらけてきたね。はい。やっぱりなんかでも、はい、18キロでもこんなばらけちゃうんだね。やっぱ雨の影響とかもあるのかな。あるかもしれないですね。うん、そのまだ半分いってないからね。はい、
いやいやどうだ。いやいや、こっからだよ。こっから。こっからこっから。安藤さんと。細田選手と、あと一山選手と、あと、私が一番注目している佐藤沙耶香選手もいますね。うん、あ、積水化学。はい。一番後ろで髪の毛なびかせながら走ってる感じです。この人は、佐藤沙耶香さんは積水化学です。注目な、どういうあれなんですか？あの、ハーフマラソンが速くて、69分だし。はい、おと1万メートルも31分で、女子で31分で、なかなかいないですからね。やっぱりスピードもある。あとは駅伝とかでもちょいちょい活躍してるんで、やっぱりロードの強さもある。ちょっと、まあ、初フルなんですけど、はい、もしかしたらチャンスがあるのかなっていう。あ、さっきのも初フルなんだ。あ、この佐藤さん。そうです、はい。あ、初フルなんだ。初フルです。で、今トップ集団に食らいついてるんで、ちょっと見応えあるの。うんうん。スピードはね、申し分ないですからね。スピードはもう本当にあるんで。まあ、まだ今はいけますけど、この30キロ過ぎっすよね。うん。はい。そうだね。はい。ちなみに、安藤さんは、ちょっと手をなんか、ちょっと手の腕がなんか、さっきとちょっと変わってきたね。はい、ほら。あ、ちょっと変わりましたね、なんか。ちょっとなんか横振りになったのかな。うん。いや、そこのちょっと。タイツだね、安藤さんもね。あの、大迫選手とかもタイツだったけど。女子も最近タイツ多いのかな。いや、ワコールだけじゃないですか。ああ、はい、そっか、一山選手もそうだね。はい。あ、来た、細田愛、ね、さん。水木が今回一枚タイムを出したということで、はい、自分のそこは狙ってたと思っている。ああ、同じチームメイト。うん、そっか、はい、チームメイト、すごいね。バスのタイムを目標にやってきた。これ、チームでも複雑だろうね。はい。ね、ちょっと今回は走れなかったけど、前田選手もいたわけですよ。そうです、うん。すごいね。ちょっとダイハツがマラソン王国になりつつ。うん。駅伝は強いですか？駅伝強いです。うん、今年のクイーン、今回のクイーンズ駅伝も2位だったんで。1位はどういうことですか？あの、日本郵政です。日本郵政はもう爆発です。あ、そうかそうか、日本郵政だ。そう、はい、あ、山中美和子監督ね、はい、あの選手の時も有名でしたよね。あ、そうです。渋井陽子さんと同い年ですよね。あ、そうね。渋井さんが言ってた、高校の時はもう山中選手はすごい強かったって。あ、福士さんが言うぐらいだから。福士さんが、渋井さんだ、間違えた。福士さんと渋井さん、間違えた。渋井さんが言うぐらいだから間違えないです。あ、あれ、ケニアのドゥング選手が今、あ、また走り始めた。よかったよかった。転倒？転倒なんか、足、なんか。左足がちょっと。うん。ね、ピンクのね。はい。ベーパーフライ。ベーパーフライ。入ってますけども。さあさあ、今女子がね、20キロ。はい。まだあと半分あるからね。あります、ね。さあ、一山、細田、佐藤、あと安藤さん。そっか、福士選手とね、はい、岩出選手がちょっと抜けちゃいましたね。抜けちゃいました。まあね、この第一集団からね。はい、さあ、名古屋駅。さあ、男子200万円、一番さんの方は。まだ雨が。琵琶湖、道細いよね。琵琶湖は細いです。うん、湖がその分でかいからね。まあ、あれ、また安藤選手取れなかったのかな？あ、取れた。あ、取れてない。取れてない。取れてないか。安藤選手まだ取れなかったですね。うん、ああ、チームメイト、ああ、美しいね。はい、すげえ、安藤選手今3回飲んだよね。3回。喉かわいい。結構喉かわいい。かわいてたんだ、やっぱり。はい、まあ、そりゃそうだよな。はい、そう、雨の日もね、絶対取らなきゃダメなんですよ。
そうですね。そう、脱水になりますからね、寒い日でも全然。そう、そこね、結構間違いです。でも、むやみに取るのも良くないんだけどね。そうですね。ちなみに、あの、日本記録作った高岡選手は、はい、日本記録作った時に、はい、一度も給水行かなかったです。あ、本当ですか？そう。それだから リズムを崩したくなかったんだ。ああ、わかります。確かにリズム狂いますね。うん、それでいけるんだよね。はい。いける人はいけるんです。振るでしょ、うん、振るで。給水なしで。しかもあんなに大きいんですよ。身長。高岡選手ってすげえ大きいんだよね。大きいです。180。でけえな。そう。2ぐらい。だから飲み物やっぱ相当だと思うよ。はい、そうです。うん、それを取らないっていうのが、貯蓄してたのかな、はい、貯蓄してましたね。間違いない。あー、でも一山選手いいね、走りが。いいですね。ここに来てちょっと目立ってきましたね。変わってないもんね。はい。アルファフライ入ってます。おー、あー、はい、そっかそっか。女子の厚底っていいの？人によると思います。はい、多分一山選手だったらいいんじゃないですかね。なんか筋力ありそう。感じがします、ね。あと大阪で優勝した子はさ、はい、ニューバランスかなんかじゃじでした、ね。はい、松田さんは。そうそうそう。鈴子でした、ね。やっぱり人によるんですよね。種類違うの。はい。合う合わない。うん。やっぱ男子の方が多いですよね。はい。大事な人はね。女子軽いからさ。はい。うん。それまあ薄い方がいいんじゃないかっていう。はい。さあ今中間地点ね、もう間もなく1時間10分通過ですけども、ハーフが通過遅れだ。でもこのまま行けばあるこのまま行けばここかここか、ここか中間点。あ、でも70分20、早いね。でもキロ3分20ぐらいで来てますね。うん、はい、キロ3分20で来てます。70分はすごいな。うん、早いね。早いです早いです。だから2時間21分ぐらいからちょうど、はい、なのでこの調子でいけば松田さんのタイムに勝てるぐらい。後半、はい、ネガティブスプリット、はい、いきますかね。いけるか、わからないです。余裕持って走んないとね。はい。すごいね、これでいったら。はい、うわぁ、はい、小松田選手見てんのかな。いや、見てますよ。見てますよね。でも監督とかもさ、複雑な心境だろうね。まあそうですね。うん、はい、松田があんな頑張ったのに、細田がいったらみたいなとか。あとは他の選手が勝ったらとか。あるよね。はい、いやでもチームね、チームに嬉しいけど、はい、ね、どういう気持ちなんだろうね。ただ岩手選手はそこまで悪いタイムではないですね。どのぐらい？1時間11分37分なんで、うんうんうん、ハーフの通過が悪くはないですね、うん。ただこのトップ集団がやっぱりいいのかもしれないですね。ただまあここに来てちょっと一山選手来ましたね。そう、まあ一番の今回注目株ですよね、はい、勢いあるからね。勢いは実力、勢い、はい、スピード、その通りになるかね、はい、うん、いやこの調子でいったらなりそうですけど、ね、そうだね、はい、この調子でいけば、うん、まあ今回日本記録出してもね、お金は1億円も出ない。ああ、そうです。実年からねやれておりますけども、出ないんだ。そうなんですよ。もう資金切れ。資金切れですね。勝っても800万ぐらいでしたっけ。そんぐらい。そう。それはかわいそうですけどね。まあでもしょうがないっちゃしょうがない。うん、ないもんはないって言ってましたもんね。はい、男子の方は、あ、でも鈴木健吾選手。鈴木健吾選手、いいね。あと大塚選手もいます、ね。ペースメーカーが一人いなくなった。お、もういなくなった。はい、まあでも多少やっぱり影響あるんじゃないですかね。はい、自分でレース作んなきゃいけなくなっちゃうからね。はい、まあまあ、まあ、でもまあ2人残ってるのか。ペースメーカーと2人残ってますね。うん、外国人選手の方と、あと阿部君ですね。明治大出身。
さあ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 。こっちもこっちで面白くなってきたかな。まだ大きい集団だよね。大きいですね。多分30人ぐらいいるんですかね。うん。やっぱりみんな雨の中やっぱ帽子かぶってるね。はい、やっぱり帽子はかぶってます。うん。さあ、かぶっ。あの、NTT の選手でもこう首巻きしてるね。はい、ああ、ネックウォーマーはね。やっぱり寒いんですかね。邪魔にならないのかな、でも気にならないのかね。はい、まあ、そこは多分個人で3人もいますけど。女性さん、僕もお手洗い。うん。こんだけ速いスピードでさ、でも、ね、すごいな。ネックウォーマーつけたまま走ってて。それでも取るの忘れたのかな。いや、そういうのってあるんですよ。走ってて。さあ、女子の集団はだいぶね、ばらけてきましたけども。雨はどうなんですかね。結構降ってるんですかね、まだ。ね。降ってんのか。うん。結構降ってんのか。さあ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 、頑張れ頑張れ。女子もでもピンクとね緑の靴履いてる人も多いですよね。結構いますね。海外の選手かな。はい、うん。市山選手いいね。すごい。安定してますよね。うん、安定してる。すごいいいですね。なんかこれ。ありますか、ね、うん。安藤選手、ちょっとさっきより少し上下動が出てる感じがするな。なんか。ちょっと多いですね。うん、そう。前半よりね。まあ、30キロ過ぎてからが見ものですね。うん。さあ、曲がり角。市山選手、いいよ。いいですか？いいですね。はい。来ましたね、市山選手。アルバフライだ、市山選手も。はい。おー、あ、もう、日本人単独ですか？いやいや、まだいる。安藤選手とかね。ダイハツの選手、細田さんとかいうのもいますね。はい。徳さん大好きな、岩出レイヤー選手応援してるにゃーと。おー、北川さんから。北川さん。あ、北川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 、今日、Facebook で間違えて電話を押さなかったですか？なんか、あれじゃないですか、Facebook 電話。はいはいはい、ああ、ありません。なんか朝見て6時ぐらい、北川さんから、なんか、2秒ぐらいの通話が来てたんですよ。多分間違えて押したと思うんですよね。でも間違えて。そうですね。あとで起きてちょっと見たら、あれ、北川さんから着信があったと。出ないですけどね、僕今日。あれは何だろう、Facebook の電話ってあるよね。あります、ありますよね。なんかメッセンジャー。ちょっと待って、待って。こそ。涙目になった。あ、キカさん。キカさん。チェアス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 。モニカ。モニカ。キスに取れて眠りたい。うん、あ、バカンさん、ちょっと静かにしてください。乗ってきたね、バカンさん。やっぱり乗っていかないと、ここ。ビルドアップして。両方、どうなんですかね。うん、男子は、今、あ、でも、日本人選手。はい。いや、まだまだ集団ですね。まだ集団。うん、でもだんだん15分遅れでスタートしたけどさ、女子からしたら。同じぐらいだけど、もう並んできたね、やっぱり男子早いから。ちょっとペースが早いから、追いついてきた。男子の方がちょっと早めにゴールするかな、だから。うん。そうっすね。そう。もうね、この後 NHK は生活大百科かなんか、多分オンエアあるからね。そう。早くしないで。いやー。あ、でもなんかちょっとペース上げた感じが。でもこの天候っていうのはもう本当運でしかないからね。はい。そこはもう人間じゃ逆らえない部分。そう。
開始も急だな、これ。あー、福士さんがだいぶもう。あー、あー、言わずに。うん。まあ、福士選手。第2グループぐらいか。はい。そう、悔しいね、やっぱりね。はい、うん、頑張ってもらいたいけどね、福士選手。いや、でもトップ集団はいいっすね。いいよ、シュリーは。はい。まあ、ペーサーいるんでしょ。あ、います、います。これ、ペーサーが調子よくて、そのままゴールしたらどうなの。あ、過去ありましたよね、何回かね。ある。え、優勝は優勝なんですか。はい、でもすげえ怒られたって話、ね。優勝は優勝です。あー、細さん、ここちょっと。粘ってもらいたいね、これね。まあ、でも初マラソンだからね。ちょっと、頑張れ。あれですね。あ、違ったっけ。初マラソンじゃないか。初マラソンではないですから、2時間29分の自己ベースト。あー、そっか。はい、あれだ、ダイハツの。松田選手とね、同じチームメイト、そうそうそう、前田さんと。うん、あ、ちょっと、うん、ちょっと苦しくなってきた。そうだな。頑張れ頑張れ頑張れ、ここで踏ん張りところだ。ただこれ踏ん張れれば普通にベストは出ますからね。踏ん張れ、うん、ちょっと可愛い顔してる、可愛い顔してるね。可愛い顔してますね。はい。確かに可愛い顔してます。あ、でもちょっときつそうだな。ちょっと、そう。あー、レスリー、棄権しましたね。琵琶湖、外国人選手。さっきの足が。さっきは、スタッシュとかな。はい。あ、いいっすね。頑張れ、頑張れ。いいなそうね。日曜日か。僕も本当は今日はね、あの、鹿児島のね、ええ、マラソン大会走ってるよって言ったんですけど、霧島の。霧島の。はい。霧島、上野原、縄文の森駅伝ってのにね、本当はね、走る予定だったんですよ。はい。で、ね、そこは結構名門で、第一生命の、上原美幸選手の出身のところでもあってね、上原さんもね、走ったことありますって僕声かけられたんですよ。はい、オリンピックの時だったかな。はい、そう。すごい優勝でね、そこの前夜祭みたいなね、よく地元の人が美味しいところご飯連れてってくれるんですよ。あのね、生ホルモンが出るお店があって。生ホルモン、こてっちゃみたいな。ああ、こてっちゃ。なかなかないですよ、馬のね、ホルモンなんですけど。はい、で、これうまいからって、その僕と一緒にいるそのマネージャーさんみたいな人がですね、はい、うまいから、これあの、ホテルに持って帰っていいですかって怒られてましたけど、生だからダメだっつって。確かに、生。え、何つけて食べるんですか。醤油なんかもうつけだれなんかついてるんですよ。そう、じゃあ味付けはあそこでしか食べたことないかな。そういうね、普通レバーとかはね、はい、OK じゃないですか、はい、馬って、はい、だけど なんていうんだろう、本当にホルモンのあれなんですよね、はい、うん、そう、あれは初めてやった。あーあー、今、ああ細田選手、あーちょっと遅れちゃったかな、ちょっと下向いちゃってるからな。うん、大丈夫、踏ん張れ、踏ん張れ。この時にね、ここでね、大崩れするか、ね、粘るか、そう、粘るかで、また今後のね、マラソンに関わってきますからね、はい、そう、僕とか大崩れするときは、しないように、もし、こう、さ、集団から抜けたときでも、はい、自分の最低ラインを決めておくんですよね。だから例えば3分、僕の場合だと大体3分半ぐらいで進めていくんですけど、はい、それが苦しくなった時は、遅れた時になんか4分まで、じゃあここだから最悪4分までとか、だから逆に3分45で押していこうとか、はい、その最低ラインを決めておくとね、あんまり大崩れしなくて済むんですよね。で、4分までは落ちてもいいけど、それ以降は落ちないように。そう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 、そこは絶対自分の、うん、そう、ね、粘る。でまた長いからね、またね、復活するときとかあるから。あ、そうですね、セカンドウィン。そう。うん。はい、ありがとうございます。そうね。ああ、でも、すごいねー。ああ、でも、すごい。ワコール勢、すごいですね。下着軍団。下着軍団。そうですね。下着軍団。最近タイツも出してます。うん。最近じゃないかな。ロング靴下だね。はい。二人ともね。そうですね。やっぱり寒いからですかね。そう、でもあれもワコールの靴下なのかな、かもしれないですね。うん、だって同じ衣装っていうかね、はい、あれだよね、はい、タイツにさ、タイツに、なんかハーフタイツみたいな、うん、
気にならないのかな。ランニャーソックス履いてないな。ランニャーソックス、ランニャーソックス。あ、ペースメーカー今抜けました。はい、ペースメーカーが抜けて、あとはもう。え、全部抜けたの ?25 キロで ?30 じゃないの。今1人抜きましたね。抜けましたよね。あと1人残ってます、ね。うん、あ、もう1人、ラスト。はい。すごいね、この人30まで行くんだ。はい。いや、交換 してないよね。してないです。もう30まで行っちゃって。あ、あと2人いますね。セパレートの方もペーサーです。ペーサーですけど、ちょっと出遅れてるような。出遅れてる感じ。欲張り、欲張り急戦。取れたんだね、よかったね。今度は取れてよかったっす。あれ拾ったら怒られるのかな、投げたやつ。いや、怒られるか。怒られます。怒られちゃう。メガネとかね、投げてね、キュウちゃんがね、やりましたよね。あれ拾ったらすぐ価値ありますよ、ね。うん、はい、僕ね、あの北海道マラソン、僕あの走れない時があって、はい、でもその番組で行ってから応援に回ったんですね。はい、その時川内くんが走ってて、はい、バーって頑張れ川内って言ったら、川内くんが僕の方バーって見て、夏だから帽子かぶってたんだけど、はい、僕にこう帽子投げたんですよ。はい、でこう並みいる川内を応援してるおばちゃんと僕の対決になって、ふわっと取った。おばちゃんにすげえ嫌な顔されるけど、ここは俺だろうと思って、はい、あの終わった後に、はい、スタジオで川内選手に、はい、星取ったんですよって言ったら、川内選手が猫さんに向けて投げたんですって、サインもらったんですよ。すごい。はい、あの現状打破って。あ、出てた。そう。そしたら、あの、M 高志も同じサインしてもらってたから、ちょっと腹立ちました。そこまでモノマネするんだなと思って。そうそう。M さんも結構出てますよね。いや、出てゲストすごいですよ。すごいですね。頑張って、はい。もう完全にマラソンに特化してるもんね。もうマラソンだけっていうかね。ああ、そうですね。うん、走り見たとき、はい、あの、ハイテクの、はい、はい。スタッフで見たとき、こんなんだと思ったの。うん、そう、特有やりだったね。カウチ行くよとか言ってね。そうそう。かわいいです。だって兄弟より顔似てるんですから。あ、そうですね。確かに兄弟。弟さんよりが似てますね。そう。あ、愛ちゃんちょっと。愛ちゃんちょっと。ちょっと愛ちゃん頑張れ。うん、頑張れ頑張れ。ちょっと走りが小さくなっちゃったね。はい。いや、そのペースで、そのペースで。そうそう。頑張れ。そのペースで頑張れ。頑張れ。頑張れ。いい、いい。ああ、ちょっと苦しそうですね。はい。頑張れ。携帯の状態があるのかな、寒いからね。寒いな。いや、単純にやっぱペースが速いんじゃないですか。速かったからね。はい、3分20ですから。でもね、僕よくバカンスに言うんですけど、はい、なるべくやめない方がいいんですよ、こういう時。はい、やめた。まあでもレースの時は、怪我とかじゃない場合は、やめない方がいいですね。はい、練習の時は特に。その、ま、あの、やめ癖ついちゃうから。はい、そう。確かにそれはあります。さあ、頑張れ頑張れ。の日本人残ってるのは3名ですね。ワ、うん、コールの2人と佐藤選手。うん、ああ、来た、金の式場か。名古屋城。うん、名古屋城。うん、これはいいね。いいですよね。誰が立ったんだよ。家康？違うか。誰でしたっけ。名古屋城。名古屋城って誰だったっけ。秀吉、大阪じゃんだ。信長かな。信長。うん、まあ、あの、あ、分かるですね。はい。お願いします。明智光秀ではないことは確かですね。あれ、で名古屋のさ、はい、男子版も中止なんですかね。あのハーフかなんかありますか。ああ、あります、あります。あれは中止ですよ。そうか、なんかね、コロナでいろいろやりづらくなってますよね、本当に。はい、マラソンだけじゃないですからね、やっぱり。野球も無観客、うん。ライブもそうですよ、僕のイベントの中心になってるし。あ、そうです。あれ、大塚選手遅れてるこれ。大塚選手。あ、ちょっと。九電工、ね、北野選手でね、はい、MGC4 位のね。選手だったか、はい、どうなんだろう、遅れてるか、ちょっと遅れてる感じがしますね。
まあでも女子はちょっと面白いね。女子はちょっと面白いです。どうしたんですね。もう少しで30キロ行くからね。はい。30キロ。30キロからが本当の勝負だと思うので。ちょっと腕をね、今ブランとさせましたね。一山選手が。やる、ああいうのやるか、これ。あ、やります、やります。僕はめっちゃやりますよ。ね、腕がね、こう走っててね、この固定されてるからね、はい、凝っちゃうんだよね。そうです。なんかここでよく下り坂とか利用してこうやってやったりとかね。はい、あ、で、僕これよくやります。肩甲骨。あ、肩甲骨でもそう。ぐーって。あ、で、腕を回したりとか。はい。うん。いろんなね、リラックスのね、仕方が、皆さんありますからね。はい、人それぞれ、ね。そうそうそう。そういうのもね、市民ランナーの方注目してみてみるっていうのは面白いですよね。はい。そう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 。誰がどのような仕草をする。うん。103番の後は佐藤沙耶香選手ね、積水化学も残ってますね、集団。はい。はい、そして、男子の琵琶湖の方は、どうですか、先頭集団、日本人いますは日本人が 見づらいですけど、なんかいますね。結構いますね。緑の選手。あ、鈴木健吾さん、はい、富士通、いますね。はい、あとは JR。ですかね、ちょっと選手は分かんないですけど、うん、JR の選手とか1時間15分、うん、15キロ、はい、まだまだ分からないよね、本当に、はい、いや琵琶湖もだんだんばらけていましたね、集団が、うん、さあ頑張れ。大迫選手のタイムを抜かすのはちょっと厳しいな、これ。このペースだと厳しい。厳しいです、ね。フィニッシュ2時間6分だ。はい、厳しいね。相当大迫選手が東京マラソン良かったですからね、うん。こっから上げるっていうのはどうなんだろうね。厳しいよね、ちょっとね。ちょっと厳しいですね。そっか、みんな、前日、琵琶湖の人は何食べたんだろうね。はい、近江牛食べたのかな。近江牛有名だよね。確かに、琵琶湖ってね。僕、なんか近江牛、しゃぶしゃぶとか食べてた、ね。ああ、止まったという。琵琶食べた。琵琶。琵琶、今時期じゃないじゃないか。時期じゃない。いやー、なんか、JR 勢がいいっすね。うん、なんか、こっちの琵琶湖は、今のところ。さあ、女子、女子踊りました。はい。頑張れ、頑張れ。頑張れ。さあ、今、すごい、第1位、ヘレン・トラさんですね。トラさん。ヘレン・ケラーと一文字違いですね。はい、トラさん、エチピア。2時間21分1秒です。ヘレン・トラさん。はい。去年の東京マラソンで、はい。2時間21分でしたです。トラさん。トラさん。はい。あのね、渥美清。いやー、ちょっと面白くなってきましたね、これ。一山選手、来そうっすね、本当に。ワコールもすごいね。すごいですね。ワコールはクイーンズ駅伝どうだったんですか？クイーンズ駅伝、確か。6番ぐらいだった気がします、ね。そうなんだ。なんか駅伝は行きそうな感じはしてたんですけど、うんうん、やっぱりまた選手層が浅いのかな。でも3人いますもん、うん。ただ、駅伝の区間、6区間なんで。ああ、そっか、はい。で、そのうちの1区間がそのインターナショナル区間みたいな感じで、うんうん、その外国人選手もいない。外国人選手いないんで。あ、ワコールさんは。ワコールいないんで。うんうん、まあ基本いないチームも多いんですけど、うん、やっぱいるチームはやっぱり早いんですよ、外国人。そうだよね。そうか。駅伝になると。ちょっとペース落ちてきてるかな。はい、3分29まで落ちちゃった、ね。ああ、落ちちゃうんですね。ちょっとこのペース、どうなのこれ。これはちょっと。2時間20分。これはちょっと。せめて
30は超えないでほしいですね。そうだね、はい、うん、30を超えてくるとちょっとペースメーカー頑張って引っ張ってくれ。あ、うん、3分21で20、3分22でいかないと2時間とかってことは松田瑞生さん相当早い。3分21、ほぼ3分21秒ペースで引っ張ってた、引っ張ってくれるか、走ってたような感じ。名古屋のコースは走ったことないんで、どういうコースなのかわかんないですけど、ね、うん、はい、そうだよね、はい、うん、聞いた話しかわからない。女子の大会だからね、はい、これ今回名古屋ウィメンズ走れない人も、はい、参加権持ってる人は、はい、当日22.195キロ自分で走って、そう、オンライン、そう、オンラインでやると、はい、一応参加したってことになるっていう、はい、そういう、うん、あるんですよね。ただ今日オンラインで走りたいかって感じですね、天候的に。あ、まあ、走る人は走ると思いますけど、あれとかもらえるのかな、そしたら参加賞の、あ、ティファニーなんか、そう、ティファニーですよね、はい、もらえるんじゃないですか、うん、それかもうお詫びっつって全員にその、で、当日出るっていう人に配送するとか、うん、東京マラソンは T シャツくれないでしょ、だってくれない、ああ、ね、欲しいよ、欲しいよ、ね、はい、佐藤さんもなかなかいいですね、積水化、うん、まあ、初フルでちょっと大健闘ですね、これは初フルなんだ、はい、そっか、でもやっぱりでもちょっと一山選手と安藤さん、はい、いいね、はい、走りは、走りはいいですね、非常に、うん、ほら佐藤さんは、はい、こっから見るとやっぱブレが、あ、そうですね、ほら髪がさ、うん、ほらね、あくまで個人の感想です、個人の感想、ほら一山選手があんまりブレがそんなにないでしょ、確かにないです、うん、そう、その背筋がこうピッとされてるっていうかね、はい、うん、ちょっと危ない、どうしたの、なんかフラッと来た、フラッと来た、フラッと来た、誰が6番この外国人の方が、6番はビルケ・レーベレ選手、エチオピアの選手です。石山選手、面白いですね、これ、うん、冷静に冷静に、はい、さあ、頑張れ頑張れ、あー、さあ、今長山、うん、どうした、あ、お、監督が、長山監督、はい、ちょっと、うん、琵琶湖の方の大塚選手がだいぶちょっと急転向ね、はい、うん、失速してますね、顎がね、ちょっと上がってますね、うん、ただ鈴木健吾選手はまだ全然、うん、トップグループ、トップグループにいますね、はい、さあ今女子はね29キロ、男子が27キロ、うん、うわ、落ち着いてるな、一山選手いいね、いや、このまま行ってほしいな、いや、でも、はい、またなんか、あれ、またペース、安藤選手がさ、はい、いいね、安藤選手を、はい、ペースも戻ってきたね、戻ってきました、ペースに戻ってきました、うん、戻ってきました、もしかしたらこの26から27って上りだったんですか、そう、あー、何なんだろう、ちょっとペースメーカーの人もうちょっと引っ張って、なんか、はい、3分20でしょ、はい、3分20、これやばいよ、これ、はい、うん、これ超えるにはもうちょっと頑張った方がいいよね、はい、このペースだとどうなんで、厳しいんじゃない、どうなのかな、あー、ちょっとか、次30で多分言うよね、はい、ちょっとそれ木村君聞いといてもらってもいいですか、30で何か何か、でもいい走りしてるね、一山選手、はい、一山選手はいいっすよ、30で戻る、あー、はい、さあね、今まで頑張ってきたんだ、頑張れ、
さあ、頑張れ。私もね、今日ここ来る前の間にね、はい、あの8キロぐらい走ってきましたから。おはい、8キロ。でね、あのファミリーマートの3色そぼろ弁当を買ってね、はい、ここに今臨んでます。そぼ本当はね、あのこのね、あの、はい、お店デリムの下にね、スキヤがあるんですけど、ああ、ありますね。スキヤで朝定食買おうかなと思ったけど、はい、ちょっと、なんか、かあのタンパク質はあんましなかったからやめたんですけど。ああ、そこで。ああ、もう、完全にペースメーカーについていく、あれだね。一山選手は、はい、離れてから面白いね、はい、だって結構さ余力ある感じじゃん、はい、そんな感じしない？なんか結構ゆとりはありますよね。ここでどれだけいけるかだね、はい、最後まで女子の方はちょっとね見放せないですね。いいね。いやこれ面白い面白い。これだんだん落ち着いてるね、はい。安藤さん、あ、でも落ち着いてるな、これ。うん。ちょっとペース上がったから、あれなのかな。やっぱり、チーム変わっても走り方は変わないんだね。はい。安藤さんは。安藤さんはそうです。うん。フォームはね、走るフォームはね。うん。おー、一山さんいいっすね。いや、うん、一山さんいいね。期待させる。30来ました。さあ、女子は30来た。ペースメーカー外れたよ。1時間40分。1時間40分31、うん。さあ、このペースでいくと、このペースでいくと1時間40分。ギリ、ギリ早いですね、松田さんに。この調子でいけば。このペースでいけば。でもなんか上げそうなイメージもあるよね。はい。上げそうなイメージもある、はい、もうこれ自分との戦いではここからペースメーカーいないんだからね。ちょっと一山選手上げましたね、これ。あと12キロ、はい、いやーここで一山が皇居2周とちょっとだ、はい、そういうふうに思ったりする。走ってていやしないしないしないです。俺はラスト5キロとかだったら皇居1周だとか思って、はい、そう、あ、じゃあそういう思う方がいいと思います。そう、そういう、はい、でなんかその最後の直線とかいつもさ練習する40キロ走の時とか、はいはい、ゴールシーンイメージしてやるから、そうするとこう本番になった時結構リラックスできるんだよね。そうですね。そう。おお、でも一山選手来たね、これ。あ、来ました。あ、いいね、リズム乗ってますね。これは面白いですよ。なんか感じが東京の時の大迫君の時と同じような感じが。うわー、すげえ。これなんかやっぱ松田選手の気持ち考えちゃったね。なんかこれどういうあれなんだろうなって思うね、はい、そうですね。 YouTube ライブやってないから、松田選手やってないですね。やってないか。現役選手やってたらこれ再生回数すごいよ、これ。すごいこれ、絶対見ないよやってたらね。やってたらすごいですね。優勝じゃダメですよ、はい、優勝じゃダメなんだよ、はい、それ今までのあれになっちゃうから。そしたらもうこれはレクレントタイムがもうね出てるから、はい、いやこれあれですね、一山選手もアルファフライ入ってるからまたアルファフライ売れちゃいますよ、これ。うん、売れるな、やっぱアルファフライすげえみたいな、うん、ありますよこれ。いやでもこの30から31のこのペースちょっと上がってるかどうか見てみたいね。ちょっとそこも気になりますね、うん、1キロもこれでまたちょっと3分20ぐらいに立て直せてたら、ちょっとチャンスはすごい。でも、その、なんか表情だけ見てると、そんなに苦しそうには見えないよね。はい。あと、なんかすごいリズムに乗ってるイメージがあるけどね。あ、乗ってますね。うん、はい。このね、リズムっていうのが大切なんですよ。大事ですね。走ってるとき。この、疲れてるんだけど、リズムに乗っちゃうとね、はい、ぐーっていけるからね。そうです。そう。これはね、もうやってる人にしかわかんないよね。はい。うん、意外とキープできたりとかする。そう、頑張れ一山選手。さあ、そして男子は今 JR 東日本、あ、作田選手、作田選手、うん、
ですね。どういうこと、どういうこと、ペースが上がったみたいですね、なんか上げた、上げましたね、なんか興奮気味で言ってたんで、金さんは、これからも、おお、ついに本気を出した、これね、あれ、あれ、重さ2キロあると思いますからね、はい、2キロ、2キロで4キロ、4キロ、あ、じゃあ、だいぶ重いです、悟空と同じですよ、軽くなった、はい、やっぱり雨降ってると、やっぱり吸収しちゃうからね。そう。すみません、嘘ついてましたよ。2キロってのは嘘です。まあでも、重くはなりますよ。うわ、上げた、上げましたね。来た、3分14は早いよ。これは早いよ。これはやばいっすね。10秒上げちゃったよ。はい、でも、ここまで上がるってすごいですね、逆に。ああ、はい。いやー。そういう練習してきたのかな。はい、これ、今度、35からまたちょっと見てみたいですね。そうですね。うわ、で、また一人で、はい、これは練習してる人しか無理でしょう、こんな。はい、ね。間違いないです。これ、いくかもしんないね。これはちょっと面白いな。これ、出したら、これ、スター誕生だよ、これ。スター誕生です、ね。うん。いや、これもう松田さんもヒヤヒヤじゃないですか。そりゃそうだよ。うわぁ。アルファフライっすよ、アルファフライが。アルファフライ欲しいな。欲しいな。欲しい、欲しいな。欲しいっすね、これ。これから面白くなりそう、はい。3人の解説も楽しみにしています。頑張って。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ今、はい、バカンスライブ、今12人見てて、私の方4人に減りました。あれどういうことだよ7人、そろそろ7人しかやばいじゃったの。なんかあれなんどういうふうに書かれてます？悪口とか書かれてます。悪口。こんにちは。こんにちは。これじゃあ。頼む。でももう喋るぞ、もうこれどんどん。もう関係ないから喋ろう。バカンス TV がビルドアップしてきたな。ビルドアップしてきたよ。はい。おい。頑張れ。さあ、今、このラストもだから約 10キロですね。10キロ。10キロ、11キロ弱ってところか、はい、女子の方は。そうですね。さあ、そして男子の方もね、今の30キロ、これね、いつ男子がね、女子にね、追いつくか。あ、はい、あれ、いるじゃん、京都の。京都の。あの川内くんにハーフで勝ってる。いつもハイテクハーフ出てる。ああ。いらっしゃいますね。先頭集団ちゃんとついていってんの、30キロも。すごいね。いえ。すごいね。おー、いい走りしてんなぁ、うん。いい走りしてる。はい。まだ余裕そうな顔してないこれ。まあ、まだちょっとゆとりはあります、ね。あるよね。はい。練習してきたぞって感じですね。はい。優勝したんじゃない、ワンちゃん。いや、優勝可能性高いっすよ、これ。32。あと10。あと10キロ。いけちゃうでしょ。これで3分20秒切りのペースで行ってたらもう確実に一山選手です、ね。ただ32キロのうわー、3分14、強気、強いな、ここ3分10よりしっかり繋いでる。刻んでるところはすごいですね。すごいね。すごい。スパート、ロングスパートだよ、これ。はい、野口瑞希みたい。いや、これは面白いな。野口さんも独走だったもんね、いつもね。そうですね。強い時とか。結構話してんなぁ。だいぶ話しました。わぁ。こういう1位の時って何考えて走ってんのかなぁ。独走で。今晩何食べようかなぁと思って。わかんないですけど。いや、俺も食べること考えてる、はい。走り終わったら何食べようっていうのを考える。それこの間、谷川さんに言ったら私はそんなこと考えてないって怒られちゃいましたけど。生放送で。やっぱ走り、やっぱトップランナーやっぱ走りのあれを考えるらしいよ。うん、こう足の運びとか。でもさ、もうここまで来たらもう疲れ、もうさ、しびれるよね、体ね。はい。あの、監督が一番しびれてますね、今。あ、来たな、中山監督。いけいけっていうことなのかな。なんて言ってんの ?15 秒なんて言ったの、今。飲み行くぞ。飲み行くぞって言った。飲み行くぞって。飲み行くぞって。15秒って何か言ってましたね。15秒、多分3分15ってことかな。多分それだと思います。いいね。監督もすごい、はい、ね、
ヒヤヒヤっていうかさ、行けよ。予想フィニッシュタイム2、1。6秒。うわ、6秒。いや、でもこれ上がってるから、はい、このまま行くんだったらね、でも35キロからまた違うからね、なんでコマーシャルなんだよ、ここで。いいところで。さあ、そして今男子の方はね、あ、ばらけましたね。うん、あと鈴木健吾さん、さすが MGC もね、もう、あ、帽子脱ぐ、脱ぐ、投げるのか、投げました、投げました、投げた。富士通だよね、富士通。昨日ね、あの練習会にね、あの富士通の選手、元富士通のね、あ、いました、いました、来てましたね、はい、そう、今ハイテクのタ、ハイテクタウンのね練習会がね、はい、富士通の選手来てるんですよ、元富士通の人が。そう、早いですよね、はい、そう、早くなりたい人はね、ハイテクタウンにぜひ来てください、はい、お越しください。そう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 、おお、来た、いいね、鈴木選手、鈴木選手来た、頑張れ、すごいすごい、鈴木健吾、いいか、男前ですね。イケメン。こうなんか藤原新太みたいな。ああ、なんかそんな感じします。マラソン選手をマラソン選手で例えるっていうね。一番やっちゃいけないことです。藤原新太選手もね、かっこよかったですもんね。はい。でも鈴木健吾選手はちょっと小さ、体小さめですよね。身長。ちょっとちっちゃいです、ね。そうですよね。はい。なんか平塚潤さんみたいな。うん、平塚潤さんそんな低かったですよ。170ないよ。ないんですか。145センチぐらい。いや、そんな小さくない。ああ、そんな小さくない。はい、168ぐらいじゃないですかね。確か。だから平塚さん、大きく見えますね。いや、小さい、小さい。小さい。170はない、絶対に。平塚さん。僕やっても。ハイテクハーフ出てました。うん、ああ、すごい。はい、今、世界記録のね、あの50代のね、やって。なんか、5キロは多分非公認だったけど、あの、はい、この間やって、Facebook に書いてありましたね、一昨日ぐらい。はい、非公認だけど、このまま走ってたら、なんか、世界記録だみたいな。おお、すごい。普通に早いですからね。早い、だって14分でいくんだよ、5キロ。早いよ。早いです。50歳代で。あ、さあ、一山選手、1位。いやー、どうだ、結構差開いてきましたね、うん、後ろと。おお、でも。ここの5キロのあれ見たいね、はい、タイム。相当早い、14分。3分14、3分14だったら。15分台でしょ。いや、15分はいかないですけど、16分前半ですね。16分。いや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 、行くよ、これ絶対に。これ行った。15分台じゃないこれ。もしかしたら。16分切るよ。切るな、これ。この調子で行ったら。16分切っちゃう。はい。日本新記録って、女子は。野口みずきさん。2時間19分。19分。そう。はい、早いですよ。早い、早い。これ、そうだね。この3分10でずっと行ってたら予想フィニッシュタイム2時間20分51。おタイムが上がってるからね。上がってるから。すげえな、3分10で行く。はい、大丈夫か、大丈夫、いけるんだろうね、でもね。はい、自分の中で自信あるのかな。ちょっと下りだから、やっぱりなおさらスピード上がってます。ああ、そうなんだ。はい、これなんだ。いや、なんかスピード感がなんか。ありますね。上げてますね。35キロか。でも何やるか分かんないから。でもそれ、はい、多分経験済みだろうね、当然ね。はい。うん。これ、もう行ってやるって感じだろうね。もう、そう。行ってやるって。行ってやる。行ってやるって、やってやるって、腰なかったって。うん。行ってやるわ、これ。あ、じゃあ、今もう、ちょっと下がってるところなんですね、その。下り。今、上りだよ、上り。今、上ってんの。ここの今、一番きついところだね。はい、ここで3分20切れたら、あ、こう上りか。上りか。下ったんだ。そうだな。足使うね、これ。うわ、面白いな。なんでマラソンでこんな面白いんですかね、本当に。うん、まあ、アップダウンと、その、駆け引きがある感じですか。勝負。答えちゃう。こっち成立しちゃった、今。うわ、すげえ引き離してるよ。おいい走りしてるな。これさ、でもあのこう車とかがさ、いっぱいバイクとかいっぱい走ってるじゃないですか。はい、これ、歴代、車に引かれた人とかいないのかね。で、だからなんか転んじゃってさ、あー、痛いなーみたいな。海外のありそうですね。海外はありそうですね、確かに。16分。
3分16。あー、いや、いい。登りでこれだけだからすごいね。登りだからあとはもう平坦なのかな。あとは基本平坦じゃない。さっき見た感じだったね。はい。そんな感じでしたね。細かいのしかないって感じでしたね。はい、そうすると、いや、もう、行ったな。行きましたよ。この行きましたよ。宣言した。いや、でも35キロからまた来るから。はい。でも、この感じだと多分行けるんだろうね。はい。自信ありそうですよね。はい。なんか。あれでもなんかちょっとこう、そんなことない。あ、でも若干やっぱり、後傾、ちょっと後傾になってるイメージもあるけど、うん、ちょっとそうですね、ちょっと疲れてきたから。ただ、うなずく仕草は見せたんで、まだ大丈夫だと思います。さっき。わあ、息が白いもん、今日、今これ何度なんだろう。すごいね。気温は、どんぐらいなのかわかんないけど。フォーム綺麗だね。でも、ちょっとは、あ、足がなんか、あー、でも、早いわ、早い、早い。ああ、いい足。いや、これは、来そうっすね。ただ、なんか風強いんですかね、やっぱり。若干風があるのかな、これ。条件は決して良くないですけど、すごいですね。うん、そうだね。いやでも、うわ、2位す、2位、もう完全に引き離したね。したね。はい、あ、でもまだこのぐらいじゃあれか、はい、150とかそのぐらいかな。はい、100、そう、そのぐらいですね。頑張れ、頑張れ。こう見るとあんま差がなく見えますけど、横から見たらすごい差ですね。終わったらね、味噌カツでも何でも食べていいんだから。はい、味噌カツ。そう、レース前はね、あの腹ちょっとね、脂っぽいからね、胃もたれしちゃうけど、終わったら食べれるから。生活を。頑張れ。もうこれ、21分、松田選手の記録結構さ、はい、正直厳しいじゃん。厳しい。21分47って、はい。これ破ったらすごいね、この条件で。いや、すごいですよ。なんかでもちょっと、ペース、俺、どうなんだろうな。女子のマラソンの歴史が変わる。ああ、変わるのかにゃ。いや、あのね、歴史は変わらないです。1位でね、野口みずき選手と、渋谷陽子選手、まあ、Q様もそうですけど、そうですね。2時間、Q様に2時間19分。19分です。3人19分なんだけど。じゃあ3人。そうなんです。早い人たちがね、またいらっしゃるんですよ。上には上がいるんですよね。レジェンド。そうでね、この間ね、今、日本歴代2位のフルマラソンの記録もあって、渋谷選手にね、聞いたんですけど、いや、だから2時間20分で切っていかなきゃいけないって言ってたから、ああ、いや、きつ、あの人が言ってたけど、いや、きつい、きついって言ってたよ。きついですよって言って。そりゃそうだよね。未知の領域だもんね。はい、でも、ここから35キロどのぐらいでいく通過タイム。これが気になるな。これで下がったらちょっとまずいけどね。16分14。あれ、でも5キロのあれちょっと落ちたんじゃない？そんなことない？やっぱりあの上りで若干落ちた。いや、あの16ってあったんで、 1キロのあれちょっと見たいけどね。はい、ちょっと見たいですね、この34から35の間、うん、うわ面白い、これ最後まで分かんないよ。おあ、でも違う、5キロごとか上がってるじゃん。上がってるか、すごいね。今の一番速かったんだ。これで上げれるのはすごいね。いやでもここから7キロですよ。ああ、そうですね。きつい、一番きついね。もう文句なしにきついから。そうですね。そうですね。そう。本当の勝負はここからですね。これいったら面白いよね。でね、ラスト2キロとかって意外とね、記録でいけたりもするんだけどね。はい。この5キロきついんですよね。東京マラソンで言ったら折り返しのところですよ。はい。風強いところ。いやあ。いや、でもだいぶ引き離しましたね、もう。すごいよね。しかもさ、トップで一人でさ、やってるじゃん。はい。競らないで。そこで上げられるってすごいよね。すごいです。単独走もいけちゃうのすごいですね。気強いね。勝負師ですね。勝負師です。もう、トップ、日本人トップ当たり前っていうぐらいですから、ね。ああ、そっか、言ってたもんね。はい。うん、あ、欲張り給水。もうこれも完全に定着したね、日本ではね、はい。海外とかってあんまりああいうのないからね。ないですね。うん、給水ね、あれ、僕もいろいろ工夫するんですよ。日本のやり方やってるけど、やっぱり東南アジアでね、ああいう給水してるとみんなこう、
給水で写真撮ってるらしいよ。あ、こんなのがあるんだ。あ、なるほど。発明家みたいな感じ。なんか珍しいから。そう。でも日本で流行りは出したの最近ですからね。うん。MGC あたり。いや、もっと前に。あ、そうなんだ。あの服部勇馬選手が福岡国際で優勝したとき。いや、やってたんだ。やってました、ね。そして今、男子の琵琶湖マラソンは、今こちら何キロ地点だ ?34.5 か。ああ、だんだん追いついてきましたね、調子が。おお、頑張ってる。頑張ってますね。あれでしょ、あのこれハイテクハーフ出てる人じゃない違う。ああ、そうでしょ。あ、で、その前になんか。あ、いるわ、もう一人。JR の方がね。JR。うわ、根性あるね。でも男子も面白いね。男子も面白くなってきました。おお、だいぶ引き離したな。さあ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 今、ね、名古屋は最後、はい、ゴールはスタジアムの中でしたっけ。あ、名古屋ドーム、ね、名古屋ドームの中だ、はい。あれちょっときつくなってきたか、さすがに。どう、ラップタイムはどう。ラップタイムが出てこない。36分、今の1キロ。あ、わあ、いやいや、そんなことないよ。そんなことないですね。18。あ、ちょっと落ちてるか、はい、いやちょっと落ちてるけど、まあでも大丈夫大丈夫、うん、大丈夫。ここ粘りたいね。でも、はい、粘りたいね。粘りたいです。走りはでも大きくていいよ、はい、ダイナミック、うん、もうここはもう自分との戦いだよ、はい、うん、竹内涼真、竹内涼真、そう、今ねドラマやってますからね、はい、あのティセウス、ティセウス、ね、あ、面白いんだあれ。本当ですか、ね、うん、ティセウスね、僕は日曜劇場、日曜劇場、ああ、そう。お、男子も35行きましたね、日本に、うん、男子が追っかけてきてるよ。追っかけてきます。そうそう、抜かすんじゃない男子。はい、何分？1時間 40? 46分。やっぱ2時間半、はい、2時間8分か。男子はこのままいったらちょっと、あ、3分あれってのは厳しいよね。はい、厳しいですね。でもね、最後まで、はい、すごいね、頑張って頑張ってください、頑張ってください。本当にね、雨の中。ああ、これ、はい、な。やっぱり外国人選手は早いですね。早いね。早いな。すげえな。ああ、鈴木健吾がちょっと落ちてきたぞ。もうちょっと走りがさっきよりは小さくないじゃん。はい。うん。ついよね、35キロからね。35キロかな。この人は、大阪府警。大阪府警。警察は、警察か。谷原さん。うん、26歳。あ、そうですね。警察官の実業団なんですかね。うん、そう、実業団。お、さあ今と佐藤選手とは380m です。嫌いで、で、うん、安藤選手は 430m。 さあもう自分との戦いだ。一山選手、苦しい、苦しい、頑張って、本当頑張って、頑張ってくれ。どうだ、頑張れ。ちょっとさっきよりスピードがないような感じするんだよな。なんだろうな。確かにそれは思います、うん。あ、でもこの選手も初フルで転倒しますね。うん、早い、いいね、はい。佐藤沙耶香選手、積水化学。うん、はい。頑張れ。ああ、後ろだ。安藤選手。安藤選手が。ちょっとか、うん、ちっちゃく硬くなっちゃいましたね。でも
ぱすごいね、本当に、はい、あの忍者走りってね、通称忍者走りって言っててね、はい、あの人たちがほらワンツーで、あの清田選手とさ、選手がすごい活躍されてた時さ、はい、今も当然活躍してるんですけど、はい、忍者走り結構流行ったの覚えてる、はい、東京でね、忍者走りがでおじさんがいましたいました、細泥みたいな感じで、あれこの人たちはこの人たちのね、あのあるんでね、そのリンが知らない人がこうなんかそれがいいんだみたいな流行るじゃない、そうね、もう僕はあれが大嫌いだね、本当に。で男性こういう人あんまいないですか、うん、残り5、あでも上げたちょっと2秒ぐらい上げた、上げた、上げましたね、うん、いったな、これはほぼ行きましたね、これあと5キロ、あと5キロ切ったよ、皇居一周ないよ、市山さん頑張って、フィニッシュタイム2時間20分11。11、おぉ。2時間19分いきます。うわぁ、これいくか。2時間20分11。これ、19分。見えてきましたね。強いね。てか、日本の大会でさ、はい、強くない？強いっす、強いっす。だって、あれ、はい、野口さん、渋井さんとか、みんなあれ、海外の大会でさ、ベルリンかなんか。ベルリンですもんね。そうそう、みんなベルリンだし。しかも今日さ、はい、これ、あー、これ出てきた、出てきた、ベルリン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 、うん、みんなベルリンだ、はい、ベルリン、いやーこれはちょっと日本記録も見えてきましたね、はい、この調子でいったらこれ日本の大会でこれってすごいね、さっき言ったね、歴史変わるかもしれない、いや本当に変わるかもしれない、歴史が動いた、動き始めましたよ歴史が動いた、昔僕ね、あのお尻にね、歴史って書いて、これこちらの、はい、歴史って書いて、はい、それでこうやってあのティーバックにして、はい、血流動かして歴史が動いたってやってたんですよ、はい、テレビでもねやらせてもらいましたけどとかね、これそうですね、それねよくそれ営業で歴史が動いたってやってたら、はい、それマジックで油性で書いてるから、はい、地方でねそのままあの終わった後に芸人でね、はい、全員であのサウナ行った時にね、はい、お尻に歴史って書いてあってあれ猫ひろしさんですよねって言われて、あすごい、なんで分かったんだろうと思ったら、はい、歴史で分かったっていう、ひろしの歴史で、うん、歴史やっぱね、後ろ姿はねやっぱり歴史を語るって言いますからね、はい、さ あこれ余計な話をしてしまいましたけどもさあそんな感じで、でも今ランナーの方たちは4キロちょっとぐらいか、もう行くしかないよね。ここまで来たらもうちょっと、そう、ここまで、どういう心境、もうここまで練習したんだ、もうやってやるぞっていう心境だろうね。だから日本記録に挑戦してほしいですよね、うん。うん、そうそうそう。はい、で、ここ多分ね、こういうところで38。38。どんぐらいだ、また走り大きくなったね。速くなってきてる、はい、ペース上げた。ペース上げた。多分誰かから。この1キロちょっとラップタイム見てみたいけどね。はい。いい走りだねー。おー、来た来た。3分15来たー、これはやばいな。上げた、上げましたね。いやー、これはこれ日本シーンあるよ。これこのままいくと、まあオリンピックは確定だろうね。あ、オリンピック、あ、でも。19分いってもらいたいね、頑張って。あ、19分。スターすごいよね。はい。いや、これ19分台は出してほしいですね。うん、いや、そしたらすごいね。すごいすごい。そしたらさ、ほんとベルリンとか出たらさ、はい、日本記録作る、ね、うつ、ね、そうだよね。作るよ。これ、まあ、東京オリンピック決まったとして、で、ベルリンはその来年、次の年にちょっと日本記録を本気で狙ってほしいですよね。うん、まあ、それかもう東京オリンピックでも狙えれば狙ってほしいですね。まあまあ、でも北海、夏の北海道だからね。ね、暑いっすからね。うん、気温差が激しいです、ね。頑張れ頑張れ頑張れ。北海道、夏は。うわぁ、すげぇ。ああ。いけるか、いけるか、頑張れ頑張れ。頑張れ。わぁ、でも、辛そうだね。顔はもう。やっぱりまあ、辛いですよ、うん。辛いっすけど、でもまだ足は動いてるんで大丈夫だと思います。動いてる動いてる。データ放送では今ね、現金10万円当たるからね。
あの時計も見えてか、やっぱり本人も意識してますよね。だから、うん、まあ腕時計つけてるのかな。時計はなつけてるんじゃないですか。つけてるけど見てないかもしれないですね。うん、ああちょっと大丈夫かな。登りかこれ。いや登りだ。すげえなー。かっこいいなー。1秒でも早く名古屋ドームに突っ込んでほしいですね。うん、そして今男子の方は、はい、今30もう少しで8キロ地点ですね。はい、ですね。JR の作田選手が。うん、で大きいね、体がしっかりしてますね、作田さん。はい、ベーパーフライネクストかなこれね。はい、入っていらっしゃいますけど。はい、25歳。あ、千葉長生高校じゃん。はあ、僕の地元ですよ。あ、地元ですか。小原、まあね、頭のいい高校です。長生高校だったら。うん、新学校なんですね。めちゃくちゃ新学校です。おお、すげえスレスレ走るね。おお、ギリギリライン。うん。あれなんだろうね。もう、苦しいんだろうね。それだけね。もう苦しいっすよ。あ、3分21落ちちゃった。うわぁ、いや、どうなる。あといや、でも大丈夫。これキープすれば絶対大丈夫だから。はい。結構アップダウンあるね、なんかね、黒。そうですね。うん。なんか名古屋って思ったよりはアップダウンあります、ね。あと3キロだからね、頑張ってほしいな。もう今、ね、みんな応援してるよ。あと3キロ、あと3キロ。いけ、はい、頑張れ。頑張れ。とにかくベスト作ってほしいですね。はい。うん、あれ頑張れ頑張れ、いい走り、よし、あと3キロ、もうない、3キロもない、あと3キロもない、あ、はい、鈴木健吾さん、また上げましたか、違うか、これ落ちちゃう、もう、うん、ああ、違う集団、そう、男子は依然として、日本人は作田選手ですね、作田選手、伊藤選手、大久保選手ですね。吉岡、鈴木って感じですかね。はい、さあ、女子。頑張れ、ここ粘れ。あともうちょっと。オリンピック行けるぞ。監督、声かけて。監督、今もう、どこにいるんだろう。ゴールかな。ゴールじゃないですか、もう。うわこれはちょっと全員足握るね。ああ。頑張ってやれ。おお、でも、すごいね。野口さんの大阪の時の記録に、もう、はい、近より早いってことだよ。おお。10秒早いよ。10秒早い。すごい、新生来ましたね。新生来たね。来ましたね。おお。何歳なんですか、一山選手は。22っす。めっちゃ若いじゃん。はい、22歳です。22歳。はい。女子大生が卒業するっていう年齢。42ですよ。はい。子供やん。そうですね。関西なんか全く流れてないっていう言葉で。そう、猫さんの娘でもおかしくない。いや、おかしくないよ。はい、すごい。今後が本当にじゃあ楽しみな選手ですね、22歳で。22すごいね、はい、今までトラックやってたんだ。いやー、でもまあで基本トラックですね。そうだよね、はい、それでスピードつけて 5000m とかじゃないですか。あー、でもきついよ。きつい。頑張れ、はい、いけるよ。もうね、はい、あー、40km きた。40km、あと 2.195。 もうこっからはもう記録勝負だよ、もう。うん、頑張れ、苦しいよ。あー、どうだ、頑張って。すごい、息が白いね。はい、
頑張れ。どれ？いけるぞ。いけるぞ。ああ、足がね、ちょっと重たいですけど、いけるね。最後の給水だよ、これ。最後の給水。何入れてるんでしょうか。振り絞れ。振り絞ってくれ。さあ、頑張れ。頑張れ。タイムが出てこん。頑張れ。名古屋。オリンピック行ったな、これ。オリンピックはもうほぼ、行ったと思いますけど。いやー、やっぱ20分は切ってほしいな。30秒、なんとかならないか。33秒。陽一選手、すごいっすね。すごいっす。そう考える。頑張れ。あともう少しだよ。これでもさ、雨の中で、このさ、悪条件の中でさ、今もずっと雨降ってるんですよ。すごいっす。すごいよね。ただすごいっす。あっ、俺もてるてる坊主作っとけばよかった。この天候では走る選手は、ね、今ティッシュ少ないしな。ティッシュ少ないですね。でも鼻かんだティッシュとかでもが作ってくれた。なんかそのぐらいがね、なんかこう思いをね、伝えたいですね。気持ち。うわ、足がちょっと。ちょっとそうですね。流れてきたな。いや、でももうあとちょっとだから。あともうちょっとだな。スパートかけろ。もう一回切り替えて。もう少し。転ぶなよ。頑張れ。いやー、頑張ってくれ。行ってくれ。あ、でもすごいね。なんか頭いいね。最短コースで行ってるね。ずっと。ギリギリをさ。ギリギリを。頑張れ。男子の方も今 40.5 まで来ました。はい。同じぐらいです。同じぐらいと、ちょっと抜きました。で、いや、女子の方がまだ早いですけど、はい、でも男子多分抜くんじゃないですかね。大体同じゴールぐらい、ね。同じぐらい抜こうとか。さあ、今男子の方はね、JR 東日本のね、はい、作田選手が走られておりますけども。進学校。調整高校。ちなみにこの、選手、市山選手はどこ出身なんですか？市山選手は、出身は入ってない。すいません。千山選手の出身はですね、鹿児島の、あ、そう、出水市、そうだ、鶴の国。はい。頑張れ。これ1キロ？鶴が舞い降りる。鶴姫です、鶴姫。あ、でも、ペースは、3分20は切ってるんだ。すごいね。これはオリンピック決定だね。いや、これはもうほぼ、いや、もう笑顔が見えましたね。いや、そういう顔なのかもしれない。鈴木はああいう子タイプかもしれない。ああいう子タイプ。そう。残り1キロ。どこまで振り絞れるか。すごいね、雨の中でさ。はい、これはすごいよ。フィニッシュタイム2時間20分33。はい、ラスト、頑張れ、市山選手。頑張れ。ラスト1。予想当たったね。はい、バカン先生当たりました。うん、この間の東京がちょっと惨敗だったんで、うん、はい、この頑張れ。すげえな。はい、ワイド今夜はもうあと800。よし、いけ。もういけるよ。オリンピックはいけるから、もうあとは極限まで。名古屋ドーム、あ、名古屋ドーム見えてきた。名古屋ドーム来たよ。そうだよ、僕頑張った。いけ。名古屋ドーム、落合待ってんじゃないの。落合待ってん。福士いないよ。福士ね、声優やってるから、福士な。今中日って誰ですか、選手。選手、ネオくんじゃないですか、やっぱり一番。あ、ネオね、はい、うん。中日の選手、あとは平田とか、うん、あと大島とかもいます、うん、
なぎさ。なぎさ。頑張れ頑張れ。頑張れ。いざ、一山選手。はい、どう真央選手、頑張れ。もう少し、もう少し。おぉ、おでもこれ、10分台出んじゃない19分台いきますか。うん。あれ、まだあるね。まだある。雨すげえな。雨すごい。雨この野郎。降るんじゃねえよ、お前この野郎。ああ、あと1分で。ああ。ああ、頑張れ。もうあれだよね。300メーターぐらい。ドームの中入ったら、もうあれだよね。ちょっと直線があって。そう。でもすぐだよね。はい、すぐです。基本すぐです。ああ、いい走りしてる。いい走りしてる。あーラストラストラスト、あー頑張れ、おーあー頑張れ頑張れ頑張れ、もうこれオリンピック決まったね。はい、オリンピックはもうほぼ確定です。すごいすごいね、走るためにフルマラソンの記録上げてるからね。はい、すげえ。あーやっぱ20分っていうか19分台はきついな。いやーでもすごい。うわ、うわ、ペース上げた。あと195。ほら、走りがまた。スパートスパート。スパートスパート。スパートスパート。おお。あスパート。頑張れ頑張れ。ラスト。ラストラスト。そう。来た来た来た。うん。お疲れ様です。お疲れ様。無観客マラソン。素晴らしい。本当に頑張ってる。2時間に、おぉ決めた決めた、決めました。すげえ、やったー。あ、今笑顔がね。おめでとうございます。おぉ素晴らしい、素晴らしい、おめでとうございます。あ、監督嬉しいだろうね。監督嬉しいよ。あ、泣いてる。そりゃそうだよ、オリンピック決まったんだもん。すげえ、すごいすごい。優勝で決めたかも。優勝できましたね。しびれたわ。そうだね、優勝出たもんね。はい、これはアフリカ勢を抑えての完璧ですよ。完璧な走りです。しかも悪天候でこれはすごいですよね。すごい、すごい、素晴らしい、素晴らしい。これはもう文句ないっすよ。来たね、ニューヒロインだね。はい、さあ、あ、出た放送、今現金10万円当たる。現金10万円あ、素晴らしい。なんかこれアルファくらい売れちゃうよ、また。売れちゃうな、ね。皆さん、こう、コロナ対策のマスクもね、きちっとやられて。確かにコロナ。コロナ対策はちゃんとバッチリ。そう、大事ですよ。はい、そうです。うわー、すげえ。オリンピック決めちゃったよ。決めちゃいましたね。すごい。松田選手も良かったですけどね。いや、うん、見てみたかったですけどね。素晴らしい。いやでも、すごい、おめでとうございます。1分差つけたかな。1分差つけましたね。うん、まあ文句なしだね、雨のこの悪条件で。こっちは、こっちは作田選手が。そして男子の方も今。いやトップの人で、これが何分ぐらいですか ?7 分。8分、7分ぐらい。7分20。21、22かな。お、佐藤選手が帰ってきました。初フルマラソン。あ、違う。違う、安藤。安藤さん。安藤選手。先に安藤選手。すごい、ワコールワンツー。はい。うわぁ。今いくつ ?2 時間 ?22 分。40とかそんぐらいですかね。おあ、でも2時間、でもこれで2時間22分ですか。早いですよ。めっちゃいい。うん、いてか、ワコール勢すごいですね。ワコール勢がすごい。ああ、きついね。あ、やっぱり最後。アメリカの選手、最後、きついね。リオノリコ選手。やっぱ半端ねえな、雨。はい。ビアコの雨もすごい。ビアコの雨めっちゃすごい。すげえな。うん、あ、ここで佐藤選手が帰ってきましたね。もうこれオリンピック完全に決まったね。はい、三選手、うん、チアゴ選手に決まりました。で、男子も決まったじゃん。大迫、はい、選手決まった、決まりました。ちょっとね、残念だったけど、はい、で、佐藤沙耶香選手が今ゴールしました。2時間23分、うん、でも初フルで2時間23分、すげえな。すごいっすよ、すごい。
いや、男子もね、大迫選手決まりましたね。はい、ちょっとね、走ってる、ね、選手がいるからね、はい。あれですけど、でも、お疲れ様、本当お疲れ様です。皆さん、本当に頑張ってます。どんねぎさん、はい、すごい走りでした。いやもう、ね、いやすごいですね。すごい。30キロ過ぎから上げれたっていうのは本当すごかったです、ね。ああ、足痛い。あ、そうそうそう。あ、チームメイト。はい、チームメイト。先輩後輩だからね、一応ね。そうですね。そう。うん、そうか。でも安藤選手もさ、はい、これあれだね、また復活してきたね。そうですね。セカンドベストで走ってます、ね。うん、22分、はい、3分。22分です。22分。はい。すごいね。安藤選手もだから狙ってたんだろうね。いや、狙ってましたよ。ああ、当然だけど、はい、うん、酔っ払いか、酔っ払いの友達から電話かってきて、出ないですけど酔っ払いの友達昼でも頼んでるから。いやー、インタビューだ。え、この子何位だったの？いや、優勝。ああ、そっか、優勝だったか。一山選手。あ、そっかそっか、嬉しいだろうね。いやー、嬉しいですよ。金メダルでいいよ。すごい、ちょっとなんか楽しみな選手出てきたね、はい。そうですね、ちょっと楽しみですね、札幌が。本当、なんか、ニューヒロインだよね。はい。だって、持ちタイムだけで言えばさ、はい、一番早いでしょ、多分。その、はい、鈴木愛子選手。もう一人ね、前田穂奈選手の中どうなんだろう。あ、タイム一番いいと思います。うん、でも、あ、でも、でもあの二人もね、でもそっか、鈴木愛子選手とかめちゃくちゃ今速くなってるからね、はい。で、あとその前田穂奈さん、そう、もうさ、はい、あのだってあの暑い中で20何分だったっけ、4分だっけ、そんぐらいだっけ。 MDC でちょっと規格外だよね、はい。女子はちょっとこれメダルオリンピックちょっと期待できるかもしれないですね。うん、3人速いからね、本当に。そうです。で、前田穂奈美選手もこの間大梅マラソンで走ってたんですけど、うん、日本記録出してますから。あ、鈴木健吾選手、お疲れ様でした。あ、うわぁ。お疲れ様です。お疲れ様です。すごい、これやっぱり、あの、これ今のゴールした時のさ、表情がさ、はい、すごいきついレースだったんだなって思ったって言ってますよね。いやー、過酷ですよ、やっぱり。特に琵琶湖なんて、まあ、雨もすごかったですけど、多分風もすごかったと思いますよ。うん、すごいね。いやー、でもすごいですよ。ああ、細田選手。細田選手、26分。よかったな、オリンピック出て。はい。シャワさんすごいな、今日は。素晴らしい。やったね。やりました、ね。やったよ、これ。すごい。すごいすごい。本当にすごいです。プレッシャーすごい。まあでも練習してきてからその通りに、すごいね、はい、やることをやるっていうね。出せたんですね。うん。22歳、超新星だよね。はい。すごいですね。いやこれは楽しいですね、オリンピック本当に。本当新星が出てきたね、はい、オリンピックイヤーにね、はい、凄まじいです。そうですね。こう見ると普通の女の子だね、はい、こうやってね、うん、そうです、ね。今走ってる時だけすごい女の子になるわ、うん、すごいね、はい、記録出したの。でもベルリンとかでちょっと日本記録狙ってほしいね。そうですね、なんか今年じゃなくても来年あたりちょっと、うんうん、その楽しみもあるね、はい、日本記録更新もちょっと楽しみですね、うん、1分ぐらい縮めは1分10秒ぐらい1分10秒そうそうそう縮められるじゃん。なんかいけそうな気がします。この悪条件でね、はい、これだけのタイムだからね。そうです、これはいけそうな気がします、ね。うん、あ、すごい。九さんの宮崎さん。豪華メンバー。ああ。頑張った。まあでも、健闘しましたよ。
最初の積極的な走りは、うん、岩出選手ね、お疲れ様です。お疲れ様です。28分だもんね、早いよね。野口さん、野口さんね、都晴美に顔ね、都晴美ね、大きいですよ、大きいですよね。すごい野口さんはね、すごい人柄も良くてね、はい、僕はよあのゲストでね、いつも金沢マラソンでご一緒するんですけど、おお、最後のね、高野菜の時とかね、みんなにお酒ついてもらったりしてね、すごいです、すごい、本当にすごい人柄がすごい良いんですよ。低姿勢ですね。そう、あ、川内さんが今ゴールです。低姿勢っていうか、ね、低姿勢、うん、バカンス予防、バカンス予防です。あー、2時間14分か。お疲れ様です、川内くん。お疲れ様です。辛いよな、寒いんだな、うん、寒いです。寒いよね。いや、このね、もう終わったら温泉入ってもらいたいですよね。はい、うん、大きいお風呂にね、体を温めてもらって。あと、あのね、琵琶湖って言えば、あのメタセコイアね、うん。メタセコイアチョコレートとかね。ああ、チョコレート。そう。セコイアチョコじゃなくて、あの琵琶湖はメタセコイアチョコレートって言うんですよね。うん、で、大塚選手が今帰ってきたんですかね。でもすごいね、この悪天候の中でさ、はい、これだけの記録を出すっていうか、はい、あの一山選手、はい、これは本当今後楽しみですよね。楽しみです、はあ、はい、ね、さっき言ったけど、ま、当然まずはオリンピック、ね、メダル狙うっていうのと、はい、あと日本記録あの挑戦して十分価値あるよね。あ、勝ちます。あります。すごいよね。本当新鮮出てきちゃったね。はい。しかも22歳でしょ。22歳なんで。まだまだ。まだまだ可能性はあります。全然ありますよね。はい、福士選手はどうだったんだろう。福士選手がまだちょっとわかんない。うん、ああ、嬉しい。ちょうど一山選手来ましたね。ああ。すごい、なんか、おしとやかそうな。おしとやかそう。ね。はい。いや、嬉しいね。あの月経感ですか、あれ、なんていうの、月経感。月経樹。月経樹。月経感。月経感、お酒だ。月経樹、うん、ね。美しいね。花がね、似合ってね。はい、いいよ、自由の女神みたいな感じだね。女神ですね。マラソンの女神、はい。さあ、みんなね、アルファフアレがね、すごい。はい、あれ、はい、奥の選手、トヨタ自動車九州とか、あれ違うんじゃ、あれ違うか、あの、ハイテクの人じゃないか。じゃないです、ね。いや、ごめんなさい、間違えてました。間違えました。すみません。いや、こういう、すみません。本当に申し訳ないです。間違えちゃいました。はい。いやー、でも、嬉しそうですね。いやー、うん、いや、嬉しいですよ。今日の総括をしますか。はい。ちょっとね、まだ走られてる人にちょっとあれなんですけど、はい。うん、そろそろね。そうそう、ちょっとお店のね、ビッグダディさんがちょっと戻ってきますから、はい、11時半に戻ってくるって。ちょっとお店はもう、もう開ける時間が、はい、ちょっとね、我々にもちょっと、あの、そう、あの、ドローンしないといけないんでね、そうですね、あれなんですけども、総括を、総括を、はい、そういうの、どうでした？いや、やっぱり見応えのあるいいレースだったと思います。うん、やっぱりその、一山選手の走りだったり、うん、あとはですね、やっぱり、まあ、僕個人的にやっぱり佐藤早也伽選手に注目してて、まあ、初フルマラソンでも2時間23分走ったのはやっぱり今後、そうだね、この東京とは言わずに次のパリだったり期待できるのかな。何歳だっけ、 20? 今は24。ああ、いい年齢ですね。25です。25、はい、いい、まだ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 いけるので、ちょっとパリ目指して頑張ってほしいなと思ってます。うん、どうでしたか。いやー、楽しかったですね。内山さんもいい走りで、オリンピック決めて、はい、すごいよね。だってこの条件でだよ、はい、で2時間21分ってさ、
早いじゃん。普通に早い。普通に早い。そこも切るっていう。で、はい、期待通りの走りをしたんだろうね。あの、やっぱ、はい、さ、監督が、はい、あのね、あのグラフで見たけど、練習はもうかなりやったって、はい、あとこれね、こういうの見たけどさ、はい、確実に突破する練習を積んできたって。もうこれ言い切ってるのか。言い切って、やっぱ、それ、はい、やっぱなんか自信にみなぎってたんだね。それを裏切らない練習量があったんだろうね。はい、やっぱり練習は大切ですよ。大切ですね。うん。いいね。うん。下着はワコール。下着はワコールね。靴はナイキのアロハフライ。下着はワコール。これにつきますね。これつきますね。間違いです。間違いです。間違いです。で女子のね、そう、嫁に言いますよ、ワコールだ、これからの時代はワコールだって。分かる。テドさんの奥さんにもね、はい、ワコール、我々ワコール、そうだ、再開者ですからね、はい、ワコール進めます、これから。いい売り上げに貢献します、はい、バカンスさんはね、まだ、相方さんがいら、まだいらっしゃらないです。いないですね。ピンですからね、今ね。僕ピンゲだから自分でワコール買いに行ってください。自分でワコール。はい。罰ゲームです。罰ゲームしてないから。そう。今日は罰ゲーム。罰ゲーム。で、この後、まあ、あの YouTube でね、はい、お二人の YouTube、バカンス TV で、はい、あのカメラでワコールの前、ちょっと変態だと思われるかもしれないんですけど、その、買ってどうだったっていう、その待ち構えるのもいいかもしれない。はい、バカンス TV でやればいいじゃないですか。ワコールの下着。買うんですね、僕。で、買うのは悪くないから。それ買うのは悪くない。そうだよ。身につけちゃいけないわけですよね。いや、身につけても別にいいんだよ。男性でブラジャーつけてる人いるから。はい、そうだよ。ライブで今、あのね、あ、いるんです。ナビアカンさんのライブ、東洋代表評価大統領町っていうね、はい、地下芸人のライブに僕出てるんですけど、はい、そこでヤカンさんの今、付き人みたいなのやってるね、はい、芸人がいるんです。近藤六さんって。はい、なんか、夜間さんからおっぱいでかくなって、男なんですよ、はい。なんかそういうサプリとか飲まされて、ちょっとおっぱいでかくなってきて、でブラジャーつけてるんですよお。本当に。で、いいんですよ。個人の自由ですから、男性がブラジャーつけちゃいけないっていうのはないですから、だから別につけてもいいし、なんか、バカンス TV で、カメラ、店内は多分ね、厳しいかもしれないですけど。店内は厳しいそう。買ってきたよと。そう。で、つけてみた。そう、つけてみた。あ、そう。あ、つけてみた。ブラジャーをつけて。ヒカピみたいに、ブラジャーをつけてみたいな。なんかあるよね。ああ、ありますね。なんとかやってみたシリーズ。はい。じゃちょっとそれやりましょう。やりましょう。そう。罰ゲームで。罰ゲームで。何の罰ゲームか。何の罰ゲームか知らないですけど、なんか罰ゲーム。まあ、独身という罰ゲームで。そうだね。安藤由香さんもね、第2位の、ね、はい、安藤由香さんもね、はい、ワコールですから。ワコールですから。そう。ああ、でも、すがすがしい顔してますね、はい、安藤さん。いや、やっぱりチームメートが行ったっていうのは嬉しいんじゃないですか、やっぱり。あと、まあ自分もね、はい、こう、復活っていうかね。その納得のできるらしい。ま、そう。すごい美しいですね。はい、本当に。そっか。最後に、いいね、最後に、はい、3レースも3人と一緒に観戦できて楽しかったよ。やった、ありがとうございます。これからも、バカンス TV、なんか YouTube チャンネル、はい。バカンス TV。バカンス TV2050。2050。はい。そして、猫さんの、はい、チャンネル名は正式に決まったんですか？どうしましょう。猫ひろしちゃん、なんだろう。借りて、猫ひろしチャンネル。猫チャンネルだとちょっとね、他の競合が強いから、猫チャンネル。猫ひろしチャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。チャンネル猫ひろしにしましょうか。チャンネル猫ひろし。チャンネル猫ってあるから。じゃあ、借りて。うん、チャンネル猫ひろし。チャンネル猫ひろし、カッコ借りで。はい。はい。お願いします。それでは、走られた選手の皆様、本当に、そして今も走ってる選手の皆様、頑張ってください。じゃあ、走られてる選手の皆様、走られた選手の皆様、本当にお疲れ様でした。そして、一山選手、オリンピック、おめでとうございます。いやー、さよなら。見てくれた皆さんもありがとうございました。さよなら、さよなら、さよなら。マラソン、マラソン、ありがとうございました。素晴らしいですね。すごいね。お三方、お疲れ様でした。うん、どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。来ました。来ました。来たんですけど、千島さんから電話が。